はあ、はあははあ、聞こえてるかな。ちょっとお水飲む。うん。ドラゴンクエスト6、幻の大地。ということで、今日はドラクエやっていきまーす。今ね、サンマリーノにいます。サンマリーノ。はあ、はあははあ、聞こえてるかな。ちょっと音量が。ちょっとお水飲む。出てるか？ドラゴンクエスト6。出てるね。オッケーオッケー。しっかり届いてますね、音ね。ほんなら見ていこう。ダーマ神殿行けんじゃん。軽く前回のおさらい。今、サンマリノにいたんだけど、はじめね、上の世界にいたわけですよ。朝は井戸の中を覗いた。で、ここにいた、この上の世界にいたんですよね。で、ここの、こっから落ちてきたわけよ。そう、ごめん、ライフコットまで戻って見してあげようと思ったんだけど、ライフコットがここまで歩いてくるの超大変だから、ここまでにしておきます。で、こっから落ちて、ほんで下の世界に来たら体が、目が覚めると、体が透明になっていたみたいな。体が縮んでしまっていたみたいなノリで言ったけど。で、サンマリノに行って、いろいろ見たんだけど、ここで、夢占い師の、よいしょ、グランマーズさんに会って、いろいろ、夢見の雫を取りに行って、それをかけてもらったら、なんと体が透明じゃなくなりました。これでいろんな人と喋れます。だって、この後のお前さんたちの行動じゃが、わしの占いでは、ほんま、船が見えるぞ、行き先は、霊力城じゃんな。まあ、そうするかしないかは、お前さんたちの自由。とにかく気をつけてな、ということで、ここでミレイユが仲間になりました。三人目ですよ。やっと三人パーティーになった。ほんで、サンマリーノに行って、いらっしゃい、今日はドラクエ6やってまーす。サンマリーノから始めまーす。前回ね、ちょっとやべえ女がいてさ。おこつー、あ、いらっしゃい。前回さ、やべえ女がいて、やべえ女殺しとよ。こいつこいつ。ああ、参っちゃうわ。まさかサンディがこの町を追い出されちゃうなんて、そこまでするつもりはなかったのにな。あら、やだお客様？なんでもないのよ。和骨、いらっしゃい。来てくれてありがとう。この女がやべえくってさ、この女がやばいんだよ。そのね、恋人の、恋人じゃないんだけど、片思いをしている相手の男。ランドが好きな女と付き合ってる女の子がいたわけよ。で、その子がね、邪魔だからって、ワンコに毒を持ってね、で、その罪をなすりつけて追い出させたわけよ。やばくない？やばいよね。まずさ、ワンコに毒盛るのがやべえわ。すげえやばい。で、この子がそのワンコなんだけど、で、このお父さんがね、恋人のお父さんが、そうなんですよ。追い出しちゃったというか、その、旅商人に売ってしまったようなお手伝いに行かせてしまってですね。怖いよね。やばい。もうなんか奴隷とかそういう世界だよと思って聞いてた。隣に入れられていた娘は、旅の商人に連れられて遠くに行っちまったよ。あの娘が何をしたかは知らねえけどよ、町長のやつ、ひでえことをするもんだよ。本当にね。ほんで、ランドじゃないわ、ごめん。ランドはあれだわ。ライフコットの子だわ。ね、この町長の息子が、どこにいるかだよね。あれ、前回話したっけ？追いかけて行ったっけ？よいしょ。やばいよね。毒チワワやばい。やばいよね。本当に。あの人やばいわ。あの生き物、僕猫とか大好きだからさ、もう生き物に毒を盛るとかもうほんと信じれんわ。
ランドおらんな。ランドじゃないわ。蝶々の息子おらんな。ほんで、前回ね、前回、僕さ、カジノに行ったわけよ。サンマリノといえばカジノですよ。一番右は、ルイーダの酒場があって、ここのね、カジノでめっちゃやったんだけど、なかなか勝てなくてですね。お金を散財して、もうなんか次行ったら稼いだらいいやと思ってたら、この後船に乗るんですけど、船に乗るのにね、チケットを買わないといけない。くなって、前回防具売ったんだよね。防具売ってさ、155ゴールドだけさ、稼いでさ、来たわけですよ。ではでは、ということで続きから見ていきましょうか。こうしちゃいられないって、追いかけて行ったっけ？恋人の子。あの子だけ追いかけて行かせたいんだよね、先に。どこに行ったんだろう、あの子。長女の息子の子で、長女のところにメイドさんがいて、その子のを追いかけていく設定があったと思うんだけど、あなた方はみたいな。なんで知ってるんですかみたいなこと言われて、いや、見てたんですよ。皆まで言わずとも良いみたいなこと言われて、僕がサンディを信じきれなかったのが悪いんだみたいなことを言って追いかけていくっていうシーンがあったと思うんだけど、前回見たっけ？見てないと思うんだよな。どこにいるんだろう、あの長女の息子。長女の息子もね、そうですよ、身分差でさ、なんかそのサンディがさ、やっぱ町長の息子ってなかなか大変なんだなとは思うけど、なんとかしてあげられなかったのかいっていうところね。町長の息子おらんな。よ。あれ、この踊り子さんって前いたっけ？喋りかけてみよう。私、レイドック城の踊り子だったんだけど、やめて出てきちゃったの。王様と王妃様はずーっと眠ったままだし、王子様は行方不明だし。なんだか怖くなっちゃってさ。あ、この話は内緒よ。なんだと、そんな感じなのか。よいしょ。え、この人かな？サンマリンのニオこそだよね。あれ、蝶々の息子おらんな。あの神殿さえあれば魔王を倒せるものが育ったかもしれんのに、もうおしまいじゃよ。みんなね、あの、透明の時にいっぱい話しかけたけど、まあ、いっか。見つからんもんな、しゃんねえわ。あ、2階にいるのかな？自分の部屋にいるのかな？あれだよ、サンディちゃんがさ、上でさ、一生懸命掃除してる時にさ、おった！僕に何か用ですか？え？サンディのこと？彼女は、ペロの餌に毒を入れてないって？やっぱりそうか！僕の思った通りだ！彼女はそんな人じゃない。ああ、僕は何を迷っていたのだろう。彼女を助け出しもしないで。どこの誰かは知りませんが、ありがとう。僕は彼女を探しに行きます。ちょっと失礼。でも、サンディが犯人じゃないのを知ってたなら、なぜ黙ってたんですか？なんて、あなたたちを責めることは僕にはできませんよね。すみません。それじゃ、僕はこれで。本当にありがとう。よかった。見放せたよ。よかった。これでね、追いかけてくれましたよ。よかったよかった。あ、いらっしゃい。ミオさん、こんばんは。テリマンスペシャル終わってすぐ来ましたよ。あー、いらっしゃい。テリマン終わったんですか？この間ね、テリのワンダーランドやってたんだよね。僕がね、やってて、その、スマホ版遊んでますよって言ってたんだよね。まあ、あ、これね。こいつよ、こいつ。このさ、蝶々さんのさ、言い分もひどくない？まあ、お前さんたちが嘘をついてるとは言わんが、そういう話はもっと早くしてほしかったな。どちらにせよ、もう手遅れだよ。ひどくない？この蝶々さん。ひどいよね。なんか、サンディがさ、流れの商人についてったけど、手伝いに行かせたけど、流れの商人なんてさ、なんかそのモンスターとかめっちゃ合うから、今は生きてるかわかんねえよみたいな言い方しやがってさ、こいつーみたいな。前回めっちゃ消えそうだったよね。やべえわ、ここみたいな。
さてさて、ほんなら船に乗ってレイドッグに行きましょう。はい、いらっしゃい。デッキ船の切符売り場はこちらだよ。レイドッグ城までお一人50ゴールド、切符を買うかい？全部で150ゴールドになるけど、いいかね？はい。はい、マイドリー。敵船の乗り場は左だよ。こっちね。お客さんが最後だから、乗ったらすぐに船が出るで。行き先はレイドッグの岬だ。もう寝るかい？はーい。じゃあ、乗船券を預かるぜ。さあ、乗った乗った。おー、いいですね、船。こういうさ、ドット絵時代のさ、船のデザインとかさ、こういうこう、なんて言うんかな。細かい感じとかいいよね。超好きだわ。ドラクエってやっぱ船だもんな。なんか、ファイナルファンタジーは空で、ドラクエは船っていうイメージが強くてさ、まあドラクエも、そのうち空飛べるようになったりするんだけど、ベッドとかでさ。さあ、降りた降りた。レイドッグの岬に着いたぜ。あんたんちゃち、あんちゃんたちゆっくりだな。他の客はみんな特に降りていったぜ。あ、なるほどね。すごい、すごい、ほら、船が反対向きになってる。右と左。おー、いいですね。こういうとこなんかないかなと思う。毎回やってるけど、ここ何にもないんだよな。こっちからは？ここはサンマリーの雪の切符売り場ですが、次の出港は3日後になります。またその時お越しください。なんか貼ってあるの気になる。ハッサンは壁の貼り紙を見た。乗船券サンマリーのまでお一人50ゴールド。値段は一緒なんやね。楽しい船旅を、いいですね。いずれ旅行もできちゃいそうですね。そうだね。旅行いいですね。いよいよレイドッグですな。さて、商売の準備をしておかないと。レイドッグの城下町に行ったら、売って売って売りまくるぞ。暑いね。旅行いいね。ドラクエの世界旅行とかめっちゃいいわ。ここなんか落ちない？シスターさん、私は旅の尼でございます。そんな私にできることと言ったら。あ、セーブさせてくれんの？お祈りしとこうか、一応。はいはい。この教会の音がさ、またやっぱドラクエ感がありますよ。はい。続けまーす。よいちょ。こう見えても、おら、漁師なんだ。漁師だけど、レイドック城がどこにあるかを知っとるぞ。ここから北に行って、ちょっと西に行ったところだ。北に行ってちょっと西。行きましょい。ただ、三人になったからね。ここじゃない？よいしょ。全然、誰にもエンカウントしなかったね。お、レイドッグ城同じ形ですね。あら、旅の方ね。ここはレイドッグの城下町よ。皆さんは旅行、どこが今まで一番良かったですか？旅行、そうだなぁ。お前も旅の者だな。噂を聞いたか？いいえ。何でもこの国の王と王妃はすでに1年以上もご病気だということだが、どうやらただの病気ではなく、眠ったままどうやっても目が覚めないらしいのだ。目覚めぬ王と王妃に行方知らずの王子、このレイドックの国も長くはなさそうだな。なんてこった。旅行ね、なんかね、一番遠くだと、日本の中だったら、岩手とか行ったことあるよ。青森もちょっと行ったかな。三内丸山遺跡とか行ったことあるわ。あと、ねえ、知ってる？この国の王子様、怪物を退治しに行ったまま戻らないんだって。もう怪物に食べられたんじゃってみんな言ってるよ。ひでえな。旅行いいですね。ここは道具屋さん。ちょっと待って。BBB。この人めっちゃ歩いてるやん。魔王の話を聞いたことがあるかい？いいえ。あんた今時のんきなやつだな。確かに。俺が思うに、王様や王子様は病気なんかじゃない。おそらく魔王が呪いか何かをかけたに違いない。いずれ俺やあんたも。防具の店。あ、変わってますね。
いろいろ出てますね。貴族の服800ゴールド。踊り子の服1300円。青銅の盾370円。よ。ここは？あ、刃のブーメランだ！刃のブーメラン買わなきゃ！やっぱね、ドラクエはね、ブーメランが命ですからね。何を置いても刃のブーメランよ。売りに来た。売れるもん全部売ろうか。石の斧、おります。おー、いけんじゃねえ、ブーメラン買えちゃうんじゃねえ。革の盾売ります。革の帽子も売ります。毛皮の方でも売っちゃおうか。300ゴールドで。オッケー。で、もうちょっと売ります。革の腰巻き売ります。おー、いいじゃん、いいじゃん。ブーメランさえ手に入ればよ。鉄の爪 !1550! オッケーオッケー、これでいけるわ。これでブーメラン買えますよ。刃のブーメラン。これですよ、これ。これが全てよ。オッケーオッケー。かっこよさが16から30になった。すげえな。いいね。なになに？修学旅行で、ヤホース懐かしい！あ、来てくれてありがとう！今日はドラクエ6やってまーす。ヤホー！修学旅行で広島と新潟に行ったことが一番いい思い出深いです。お、新潟に行ったんだ！修学旅行で広島ね。広島ね。僕も倉敷千堀公園とか行ったことあるわ。あれ？あんただだよ。そうか、ミオっていうのか。にしても似てるよな、この国の王子様に。俺は王子様の顔を一遍だけ見たことあるけど、そんな顔をしてたぜ。あれ？もしかして、本物の王子様？土俵！なんて、もうちょっとで信用してしまうところだったな。けどよ、3人だけ似てれば騙される奴がいるかもしれねえぜ。筋道が見えましたね。よっ。今、王と王妃様が早く元気になられるようお祈りをしていました。王妃様はともかく、王様はすでにかなりの年。このままご病気が長引けば、命に関わることになりましょう。聖水密家。今度は縄なし。タン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 。ワンワンワン。ああ、嫌だ嫌だ。王様がご病気なのをいいことに、大臣のゲバンはやりたい放題。このレイドックの国ももうあんまり長くないかもしれませんよ。ゲバンやばいやつじゃね？さて、どこかでお会いしましたかの。年のせいか物忘れがひどうてんの。つまこってすじゃ。うちのじいさまは、ああ見えても昔はお城に勤めていたんじゃよ。まだ小さかった王子様にじいやじいやと慕われてんな。あの頃が懐かしいの。あ、薬草、薬草見っけ。よいしょ。ふん。よっ。矢探し楽しい。やっぱ矢探しが一番楽しいぜよ。あ、この子。大臣のゲバンなんか大っ嫌いだよ。ここあれじゃん。この下にさ、上の世界だとこの下にさ、あのなんかモンスターがいてさ、指輪落としたから取ってきてって言われたんだよね。あれめっちゃ広いじゃん、ここ。違うとこから行くんかな。井戸の中に入るとそこは別世界なんてことないですよね。そう、井戸の中に入ると上の世界に行けちゃうんですよ。壺の中を覗き込んだ。あ、やったー、神社の宮発見。オッケーオッケー。まずは矢探しですよ。王様は桃の大事から帰ってこられた後眠ってしまわれたのじゃ。それを看病なされた王妃様までもが同じように眠ってしまわれ、いつになったらお二人とも目覚めるのやら誰にもわからんのじゃ。Oh no.世界に平和を。魔王ムドンの戦いに備えて一人50枚の金貨をか。
いやだよ、まったく。また税金を取るみたいだね。王様や王子様が元気な時はこんなことはなかったのに。ああ、なるほどね、大事。ここ入れるんじゃん。王様や王子様は一体どうしたのかの。ご病気になったという噂だけで、お城から何の発表もないし。僕があのナイフ。なんだい？勝手に店の中に入ってきちゃいけないよ。嫌な世の中だね。でも私は下手なことは喋らないよ。下手なことを言って大臣のゲバン様に首でも跳ねられたらたまんないからね。待って待って、ドクガンのナイフ、刃のブーメラン、装備、ミレイユ、イバラの鞭が30、ドクガンのナイフが36だけど、イバラの鞭にしといたらグループ攻撃できるか、無知のまんまにしとこうかな。本当はさっきあったチェーンクロスにしたいところ。この間言ったデスタモアプラス99覚えてますか？おかげで裏ボス倒し放題でしたよ。わー！あれだよね、通信でもらったデスタモアって言ってたやつ？デスタモアいいですね。すごいなー。そんなの配ってる人がいるのがすごいわ。チェーンクロス買おうかな。でもあれ？ミレイユチェーンクロスか、装備できないんじゃん。マジか。じゃあ、とりあえずこのままで行こう。じゃあ、お城に向かいまーす。ここはレイドック城。見ず知らずの旅の者を、城に入れるわけにはいかぬ。立ち去るがよこのしかろう。これ、あれだよね。本当王子様は似てるよな。けど俺は騙されないぜ。格好がもうちょっと貴族っぽかったら、王族っぽかったら騙されたかもしれないけどよ。読むのめちゃくちゃうまいですよね。朗読配信とかされたことある、されることあるんですか？え、本当嬉しい。朗読はね、今はやったことないな。なんかね、前やってた友春美代のメガネコタイムっていう番組で、ウィキペディアを読んでクイズにする番組とかやってた。ウィキペディアの一部分を抜粋して読んで、これは何の記事でしょうってやるクイズとかやってた。嬉しいですね。さてさて、王族っぽい格好をすればってことだったんで、じゃあ、ミオに貴族の服を変えましょう。七色の声を持つミオさん。ありがとう。嬉しいにゃー。800ゴールド。売りに来たー。ブロンズナイフ売りましょう。あとブーメランももういらないね。売りまーす。んで、ブーメラン売る。なぜなら刃のブーメランがもうあるから。で、売りに来たー。ミレイユ。毒ガのナイフは置いておきたい。ブロンズナイフを売ろう。はい、オッケーオッケー。あ、でも300ゴールド足らんから、ちょっとだけ稼いでこよっか。あれですよ、刃のブーメランがね、もうあるからね。この辺どんなモンスターがいるんだろう。僕が覚えてる、昔ね、やってた記憶の中では、ベススライムとかいた気がするんだけども。山肌を歩いていきますよ。え、やばくない？沈黙の羊、もうだいぶ強くない？強い感じするけど。大丈夫かな？ 6、5。まあ、ミレイユだからね、そんな、がっつりはいけないだろうけど。マホトーン。飛び膝蹴り。え？飛び膝蹴り食らっても死なないじゃないですか、ちょっと。ちょっと。いけるかな？いけるかな？ちょっと怖いよ。オッケーオッケー。これで26ゴールドか。なかなか手ごわいですな。よ。え、これで26ゴールドなの？全然じゃん。あ、ベススライム、スライムベスやわ。ベススライムじゃないわ。見て。このグループ攻撃超楽しいわ。23、17、14、12。お、いいですね。パーフェクトやわ。ワンターンでこんなに倒せて、パーフェクトやわ。前回だいぶカジノでお金使ったからな。お金使っちゃったからな。これで300ゴール貯めるの結構大変かな。ええ、
ギラ。怖い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 。15、オッケーオッケー。そういえば、修学旅行、北泉、ん？北京？北京？北京だったの？すごい、修学旅行で海外行く組や。すごいなぁ。もう最近の子ってそんな感じなの？私立の高校とかってことかな？北京いいですね。僕、中学校1年生かなんかの時に、中国に家族旅行に行ったことがあって、北京も行きましたよ。北京ダック食べたよ。なんかやっぱり中国ってさ、遺跡っていうか、こう、お城とか、お城って言ってもさ、なんか日本のお城みたいな感じじゃなくて、なんかこう、すごくこう、上に、何階、日本のお城ってさ、上に高いじゃん。で、何階建てみたいな感じになってるやん。5階建てとかさ、なんか6階建てとか普通やん。そういうのじゃなくて、なんか向こうは広い感じだよね。広い敷地に大きい建物があるってイメージだな。なんかそんな感じの歴史のあるところ行ったわ。全然最近じゃないです。多分年上まであります。本当？それで北京行ったの？すげえな。じゃ、めっちゃいいとこの子じゃん。いいとこの。いいとこの学校やん。修学旅行で北京すげえな。あ、でもうちらの世代でも、なんか修学旅行にオーストラリアとかあったよね。言う人いたわ。他になんか売れるもんないかな。どこかのナイフ売っちゃうのもな。でもなんかお金さ、貯めんの超大変だね。こんな感じだとだいぶ大変だぞ。あ、死の奴隷。新しいの来ましたね。死の奴隷。死んでも奴隷になってるの辛いね。すっころんだ辛い。そろそろホイミしときましょうか。ミーレイユが25だもんね。ホイミ二人使えるのめっちゃいいよな。沈黙の羊を見て何か思いませんか？思い出しませんか？沈黙の羊を見て思い出すのあれだな。昨日か。あの、ドラゴンクエストモンスターズで倒した、なんだっけ、ダークホーン、思い出しますね。ええとこの子お笑い。関西人丸出しやんって。ええとこの子。なんか、いいところ。例えばさ、なんか、あの、高槻とか、芦屋に住んでるとことか、人とかを、ええとこ、とか、あの、なんて言うんかな。家庭環境がすごくさ、裕福な家の子のことを、ええとこの子って言うやん。関西の人はええとこの子って言うねん。ええとこの子じゃなくて、ええとこの子って言うやんか。いや、だって北京にさ、修学旅行で行ったって言ったら、それはなんか、ええとこの子かなって思うやん。ええとこの子。高校が北京で中学がロンドンでしたね。昔すぎて今思い出した。すげえな。中学ロンドン。すごいわ。普通の私立です。あれか、関西だと、今大阪にいるんだけどね、関西だと、なんかね、公立、もちろん私立もすごいいい高校いっぱいあって、すごい有名な高校いっぱいあるんだけど、なんかね、私立高校よりも公立高校の方が、なんか、行きたい人多いんだよね。で、関東とか東京の方って、私立の高校の方が行きたい人多いじゃん？いい、なんていうんかな、学歴としてされてるやんか。あれがさ、逆なのが面白いなと思って。もう今はどうか知らないけどね。面白いね。普通の私立ですよ。普通の私立ですよ。いや、いいとこのこの発言やわ。買いに来た。貴族の服、買いましょう。やっとお金貯まったぜよ。みよ。はい。装備しまーす。かっこよさが30から49になった。いいですね。明日あげようと思ってたんだけどさ、あ、まあ、ちゃんとあげれるかわかんないんだけど、前回ね、かっこよさがさ、
ハッサンが29でミオ16だったんだよ。低すぎやろみたいな。あー49になってるわ。よかったよかった。ほんでちょっとね、鱗も鎧よりも貴族の服の方が良かったよね。ちょっと待って、装備、ミオ、刃のブーメラン、貴族の服の方が守備力高いわ。このまま行きましょう。ちょっと待って、装備しないじゃないよ。貴族の服、聖堂の盾、木の帽子、オッケー。じゃあこれで行きましょうか。なになに、三宮から東は阪急がいいとこで阪神は、あー、それはそうだね。それは言うね。関西だと阪急沿線、あの関西の私鉄なん JR とかいろいろあるんだけど、阪急沿いの人はいいとこに住んでるっていうのは言われるわな。言われるね、確かに。じゃあ行きまーす。貴族の服を着てきました。そんな、まさか、もしや王子様では？王子様ですよね。お戻りになられたのですね。はい。おお、やはり、城中のみんなが心配をいたしておりました。お帰りなさいませ、王子様。わー、通してもらえちゃったー。ピキン。やよ。おお。はは、王子様、よくぞご無事で。この兵士長のトムメは王子が必ず生きていると信じておりましたぞ。ささ、早く城のみんなにその元気なお顔を、きっと喜びましょうぞ。みんなに話しかければいいのね。王子様が戻ったと知れば、王と王妃様はどんなにお喜びになりましょう。しかしお二人は未だ眠ったまま置いたおはしい。よ、王子様、お帰りなさいませ。ここに、あれだよね、なんだっけ。馬車くれたおじいちゃんがいたとこね。お兄ちゃん誰？え？この国の王子ちゃま？嘘だーい。王子ちゃまにはいっぱい遊んでもらったことあるもん。お兄ちゃん、王子ちゃまとはどっか違うよ。あたし、騙されてるもんね。やっぱ子供の方がそういうのは敏感なんですね。目の覚める本、覚める本と、どうやら王様たちは、どうやったら王様たちはお目覚めになるのやら。一個一個調べていきましょう。小さなメダルを集めると、いろんなものをくれる王様がどこかにいたらしい。しかし、今もいるのかそれは謎である。金目だ、金目だー。よ。なになに？国内関東から出たことないので、めちゃくちゃ面白いですわ。ああ、東西で違うの面白いよね。ん？ん？大阪では天王寺や阪南がトップクラスかな。あ、いいとこってこと？あ、はい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 。公立高校の話かな？阪南ね。なるほどな。知ってる。天王寺高校有名だよね。すごい。いいとこっていうか、頭いい人、いいとこって感じだよね。よいしょ。王様が起きてくださらなくて困っちまうよ。一丁唐辛子のたっぷり効いたスープでも作って差し上げようか。もしかして王子様では？はい。戻ってこられたんですね。こりゃ今夜はとびきりのごちそうを作らなきゃ。これさ、このさ、奥側の壺ってさ、確認した方がいいと思う。でもこの人のルートだともう動けないね。げっ、もしかして王子様？お帰りなさいませ。あんちゃんがいなくなったというこの国の王子様かい？あんたが戻ったということは、こりゃ大臣のゲバンの顔が見物だぜ。ゲバンってめっちゃ悪そうな名前よね。濁点2個ついてもんね。よいちょよいちょ。じゃあ2階に行きまーす。おお、王子様がお戻りになったというのは本当じゃったか。しかもより一層たくましくなられて、この G 名は、おお。よいちょ、外出て誰かいるかな？誰もいないっぽい。誰もいない。ほんなら上の方行けますか。宿舎がこっちだから、兵士たちのいるとこね。こういう作戦会議机ですよ。王
事、やはり戻ってきてくださったのですね。自分は人が何と言おうと王子を信じておりました。王子様、あなた様の父と母、王と王妃様は未だ眠ったままでございます。王子様がお二人を目覚めさせる方法を探して旅に出てから早一年、この日の来るのをどれほど待ちわびたことか。さあ、早く王子様が見つけてきた方法で王と王妃様を。どうしたのです？なぜ黙っておられるのです？王子様。もう一年か。王子様、お帰りなさい。大臣ゲバンは今出かけられていますが、ゲバン様も王子の顔を見ればきっと驚かれることでしょう。これは王子様、お久しゅうございます。今この小さな窓より北の山々を眺めていましたが、あんな山奥にも小さな村が。王子様、何卒みんなが幸せに暮らせる平和な世の中に。それってライフコートじゃね？王子様、申し訳ありません。大臣ゲバン様より何人であっても通すなとのご命令を受けているのです。ゲバン様もまさか王子様が帰ってくるとは思わなかったのでしょう。しかし時期にお戻りになられるはず。それまで今しばらく。何を言っておるのだ。とも兵士長、王子様が戻られたというにお通しせんとは何事か。しかしゲバン様が。構わる、すべての責任はこの私が持とう。さあ王子様、何とぞ一刻も早く父上母上のお顔を。なんとなんと。あ、玉座が誰も座ってない。お、王子様、お戻りになられたのですね。おーむ、一体どうすればお二人を目覚めさせることができるのであろうか。わからん、どうしてもその方法が見つからないのだ。王子様では。お戻りになるのをどんなに待ちわびたことか。これで大臣ゲバン殿の思い通りには。は、今のは独り言でござる。聞き流してくだされ。大臣ゲバン、めっちゃ恨みに勝ってるやん。よかった、この私にもお会いをかけてくださいましたね。遠目に王子様を見ながら、もしや私の前を素通りするのではないかと、そんな思いに駆られていました。やはり王子様はお優しい人です。静かな寝息が聞こえる。どうやら深い眠りについているようだ。この辺調べておこう。絹のローブ、ミレイユが初めに着ててエッチだねって言ったんですね。まったくおいたわしいことで、なんと言っていいのやら。ところで王子様の上言をお聞きになりましたか？いいえ、何やら鏡よと。このように眠っていられても身だしなみを気にするとはさすが王子様ですわ。深い眠りについているようだが、時折上言のようなものが聞こえる。鏡さえあれば。鏡。あ、ゲバン様。王子様、大臣ゲバン様がお戻りです。おひたしゅうございます。王子が帰られたとの幸せを受け、取り急ぎ戻りました。王子、よくご無事で。この国の大臣としてこれほど嬉しいことはありませんぞ。しかし王子、しばらく見ぬせいか、何やら人が変わったような。何を言われるのです。大臣、この方はこの国の王子に間違いありませんぞ。そういえば奇妙な噂を聞きましてな。城下町にふらりとやってきたみすぼらしい少年が、町の防具屋で貴族の服を買っていったという。大臣、その言いよう、まるで王子が偽物だと。わしとて信じたいのだ。しかし今一つ確信が持てぬ。分かってくれるな、トム兵士長。てん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 。王子、一つだけ質問を許し願いたい。もし王子が本物であるなら、必ずや答えられるはず。確か王子には幼くして病気で亡くなられた妹君がおりましたな。その妹君のお名前は？え？ターニア、クラリス、バネッサ、セーサ。上の世界ではターニアだったけど、セーラ、バネッサ、クラリス。クラリスにしとこうか。よいしょ。お、王子。皆の者、聞いたな。やはりこの者はこの国の王子ではなかった。本物の。王子であるなら、あれほど可愛がっていた妹君の名を忘れるなどないはず。トム兵士長、この責任は後日取ってもらいますぞ。兵士、この偽物どもをひったてん。
no! Oh no! 捕まってしまったでござる。これね、ターニャもそうだけど、他のやつどれ答えてもね、違うらしい。ネットで見たことある。どれを答えても間違いですって言われるんだって。そんなの引っ掛けだよね。さあ、出ていけ。ドーン。いい。まったく、ゲバン様がいなければ危うく騙されるところであった。牢屋に入れられたくなかったらさっさと行くのだ。Oh my gosh.鏡って言われてもな、どこにあるかわかんねえや。忘れちゃうこともあるよね。忘れちゃうこともあるよね。確かにね。確かに。記憶喪失かもしれないもんね。なんかさ、だって魔物と戦ってきたんだぜ。そういうこともあるかもしれないもんな。忘れちゃうこともあるよね。ドラクエ3の再現だ。ドラクエ3の再現？ドラクエ3なんかあった、そういうの。私は旅の商人ですが、商売柄いろんな噂を見にしますよ。どんな噂が聞きたいですか？あー、めっちゃ教えてくれるこの人。すっげー。いきなし英語。いきなし英語。Oh no って。Oh no って。確かによく言ってるかも。他の町のこと、魔王のこと、ラーンの鏡のこと、他の町のこと。ここからずっと西に行き、山沿いを南に下ったところに滝の流れる町がありましたな。西ね。こんな時代なのに町の人々はみんな親切でね。あれ？一人だけ違ったか。教会に住んでるばあさんだけは変わり者で、あれには参りましたよ。はい、他の話も聞かせて。あ、間違った。もう聞いた、もう聞いた。お願いします。魔王のこと。魔王無道のせいで、平和だった世界もすっかり変わってしまいました。みんなあんまり言わないけど、心の中は不安でいっぱいだと思いますよ。他の話もしましょうか。ラーの鏡のこと。すげえな、ラーの鏡のこと知ってるの？ラーの鏡ね。そういえば、滝の流れる町で鏡の鍵がどこそこにあるとか、そんな話を聞いた気もしむるな。これだ。つまり、ここに行けばいいということね。道具のお店。ちょっと待って。道具も売ってんの？ちょっと聞きたい。オッケーオッケー。で。いいえ。では、何か買っていただきましょうかね。お、すごいじゃん。盗賊の鍵売ってる。いや、盗賊の鍵前買ったわ、持ってるわ。金のブレスレット。金のブレスレットは何が上がるかな？でもお金ないからな。350円も出せねえわ。ここ覚えておきたいね。なにネット長いと本名よりもペンネームで呼ばれることの方が多いから。あ、確かにね。忘れちゃうことあるよね。わかるよ。わかる。あだ名同士でね、喋るみたいな感じね。shoot!Jesus Christ! みたいな。Oh no! Holy shit! ってやろ。ダメだよ、P 入れなきゃ。今のとこここで買えるもので一番強いのも買ってるから、じゃあ西に行きましょう。行きましょう。あれですよ。アモールの水ですよ、アモールの水。昨日たくさん。テリーのワンダーランドでもいっぱい出てくる、テリー、あの、そう。アモールの水。ライフが70ぐらい回復するやつ。西に行く。西ね、西。こっちか？あれ？ここは、多分、ラーの鏡のある、あれだな？塔だな？まだ入れないんじゃないかな。あ、やば。ハッサン、HP 回復しといた方がいいな。飛びひだぎり。あ、レベルアップしたー。おめでとう。レベルアップだよー。やばいやん。色黄色なってるやん。
全然あれやね。全然回復できたわ。朝もう一回やっとこう。ミオはまだいいかな。ちょっと覗いていく。タラ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 タ。鍵がかかっている。ここの鍵を今から行くところでもらえるということね。この左？山沿いに左、なんか、ここじゃないのかな？もっと上から行かなあかんのかな？よいしょよいしょ。えい、あ、はいはいはい。なになに？シュッの上手、お上品版がシュートなんですわ。あ、そうなんや。シュートなんや。シュートなんや、おもろいな。シュートなんや。シュート。シュートだったら普通に使うもんね。なんかゴミ投げたりさゴミ投げる、ゴミ箱にさ、あのティッシュがさ、ゴミ箱ちょっと遠くにあってさ、立つのめんどくさい時にさ、ティッシュ丸めてさ、こうポーンって投げてシュートしたりするもんな。あれ？こっちじゃないの？ちょっと待って、地図見よう。地図アップにできるかな。左？南下したところって言ってたけど、西って言ってたよね。でも川がずっと流れてるけど、どっから行くんだろう。シュッシュッ、これシュッやろ。やばいやばい。こんな放送禁止ワードばっかり言ってたら怒られてしまいますわ。ここ前も迷った気がするなぁ。西に行くって言ってたよね。アモール行くのにどうやって行ったらいいんやろ。あ、これで50切ったから次回復しとこう。あ、でもやっぱり貴族の服買ったから、買ったし、まあまあ、なんかそんなにあれだね。こっから西って言ったよな。この辺じゃないのか？ここか？沈黙の羊。てん、てん。山ばっかりのとこ歩くからめっちゃエンカウントするんよな、ここ。なになに、英語話してるわらの人、英語話してる部位の人も、言い直してるので、わらわら。みんな、意識して聞いてみよう。教育番組。ほうほう。みんな、意識して聞いてみよう。教育番組風。え、ここ今だって行ったとこだよね。この下は、あれだったし、川沿いに行ってみる？川、こっから西？北に行かずに西に行くのかな。だだ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 。でもこの左側行き止まりだったと思うんだけどな。どっち側から行くんだろう。まず北に向かう。もう一回話聞こうか。もう一回商人さんの話を聞こう。呪文、ミレイユ、回復。呪文、ミレイユ、ホイミ、ハサン。もう一回しっかり話を聞こう。西に行って、ここから西に行って、山沿いを南下って言ったよね。他の町のこと。ここからずっと西に行き、山沿いを南に下ったところ。ずっと西に行って、山沿いを南に下ったところ。よいちょ。もう一回行ってみよう。まっすぐ西に行ってみようかも。お。山だろ？あ、ここあれじゃない？ここあれじゃない？こっちで合ってるんじゃない？あ、こっち、あれ？通れない。あ、通れる！橋があるよ。橋ある！行けるじゃん、行けるじゃん。いいじゃん、いいじゃん。なんか縦札があるよ、縦看板。
ちのどれ。よいしょ。あ、そうだ、昨日はあれだわ。昨日僕、おととい、ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドやって、昨日は、ゼルダの伝説不思議の帽子をやったんだわ。なんか、どっちが昨日の記憶で、どっちがおとといの記憶かわからんくなってた。そうだそうだ。なんで思い出したかっていうとさ、昨日さ、なんか迷路になってるダンジョンに行ったんだけど、立て札を読んだ。ここよりなんと、水清き町、アモール、やったぜ、ここですよ、ここ。合ってます、合ってます。この辺なんかあるかなと思って。そう、あのね、迷路になってるところで、看板の通りに進むところだったんだけどさ、ほいだらさ、看板折っちゃって。普通にさ、その近くにモンスターがいたから、殴りに行ったらさ、看板壊しちゃってさ、めっちゃ焦ったよね。いっちゃん最後だったんだよ、しかも。なんか6箇所ぐらい、それに従って行った後に、そこに行ったんだけど、そのマップに行ったんだけどさ、で、残りが上と右と下残っててさ、あ、おめでとう！レベルアップー。で、なんか適当にとりあえず上に行ったら当たりでしたね。あ、見れる、回復しとこう。一応ね。もう中入るからいらんかもしれんけど。おい。ほんなら来ましたよー、アモールー。水が流れてる音がする。水清き町アモールにようこそ。あなたたちもアモールの川の水を汲みにいらしたの？いいえ、この川の水を沸かし飲めば大概の病気は治ってしまうのよ。へえ、はい。そう、やっぱりあなたたちの町でもこの川の水は有名なのね。道具屋さん、アモールの水売ってるわ。あ、いや、いいです、いいです。そんなお金ないんす。また後で買います。わー、いいとこじゃーん！いいとこじゃーん！いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。日本で言ったら那智だね。和歌山の那智の滝。この町は水がとっても綺麗でしょ？だからみんな長生きなの。長生き。実はこの町の滝の水はこの町の上の洞窟の奥から湧き出てきてるんだよ。昔は洞窟の奥まで行けたんだが、20年ほど前の地震で塞がってしまったんじゃな。壺を見る。なんかないかい？教会のジーナばあちゃん大丈夫かしらね。最近寝るたびにうなされるって。あらあら、旅の人にこんな話をしても仕方なかったかしら。こっちは？何もなし。両方真ん中調べちゃった。この子は？うちのパパ、とっても物知りなんだよ。南か、下側から行こう。よいしょ。なんかあるやろ。この家何もないな。この家何もない。放送的には、看板折れちゃうの面白いで、美味しいですよね。確かにね。確かにそうかもしれない。面白かったもん、確かに。後で見返したら。いや、でもさ、やってる本人としては、やっべーってなったで。こっからまた戻るのみたいな。あ、なんじゃと？洞窟はとっくに崩れてしまって、中には進めんぞ。あ、なに？そんなこと聞いておらんと。すまんの。滝の音がうるそうで、よく聞こえんのじゃよ。すごいね。いろんなところに水があるわ、用水路が。いい街だな。あら、いらっしゃい。でもここは酒場じゃないのよ。うちの旦那の趣味でホームバーを作ってね。こんな格好してるのよ。趣味やな。羨ましい。あけめなの翼。僕のママはウサギさん。ね、かわいいでしょ？かわいいです。バニーちゃん。くっ。うまい水で作った酒は最高だぜ。よし、今日は気分がいいからいいことを教えてやろう。鏡の鍵持て、しからば。月鏡の塔開かん。これは町に伝わる古い言い伝えだな。アモールの水もらえなかったっけ、この辺で。アモールの水を見つけた。いいじゃん、いいじゃん。赤い血が流れる川がある町ってまさか。そうですよ、ここですよ。夢の世界の方だね。これから行きますよ。
落ちない落ちない剣についた血が落ちないようがさ、もうさ子供ながらにさトラウマになってるというか、めっちゃ覚えててさ。あんたらよその町から来なすったのかい？だったらこの町の上に洞窟があったろ。はい。あの洞窟には鏡の鍵が眠っているという噂だったが、今はあの通り。噂が本当だったかどうか今さら確かめようもないな。教会だ。おお、旅の方ですな。申し訳ありませんが、中は今掃除中なのです。もうすぐ済みますから他の用事を済ませておいでなさい。とりあえず冒険の記憶だけでもしておかれますか？はい、しときます。ありがとう、しますします。赤い血が流れる川やばいよね。どんだけ濃いんだ。あ、思ってたより濃い。ちょいちょい下ネタ入れたくなる。あたしゃ怖いよ、そのうち魔王がこの町を襲うんじゃないかってね。だってそうだろ、魔王がこんな綺麗な水を放っておくわけってがないよ。めっちゃカミカミやった。ダスキン。ダスキン中。業者さんやん。あれだったかな、あのさ、あれだったかな、おばあちゃんが掃除してるんだったかな。旦那さん、もうずいぶん昔のことだが、この町に男女の二人組の盗賊がやってきてな、町の上にある洞窟に宝を探しに行ったが、戻った時は一人だった。一体何があったのか。ともかく戻った方の一人はそれからこの町にひっそりと住み着いてな、それが今教会で下働きをしているジーナバーなんだよ。20年前。20年前か。僕これ子供の時にやってた時ってさ、これジーナばあさんの昔の話と今の話がさ、もうなんか5、60年前ぐらいのイメージだったけど、20年なんだね。いやはや参ってしまったよ。教会で下働きをしているおばあさんがうるさくてな、俺が宝探しをして旅をしていると言ったら思いっきり説教されるんだよ。あのばあさんよっぽど宝探しをしている連中が嫌いなんだな。武器の店、刃のブンベラン、大金槌、鋼の剣。ハッサンに持たせるのは一つですね。ミオは鋼の剣持たせたら8上がるけども、やっぱり基本は刃のブンベランでいいから、そこまでやらんでもいいかな。ミレイはこの感じね。今のとこ何もない。待て。何、すぐ下ネタ出ちゃう配信。ついね。大好きやからな。昨日もちょいちょい下ネタおっしゃってましたね。うん。ちょいちょい言ってます。ちょいちょい挟んでいくからね。下ネタダメな人はいたらごめんね。謝るだけ謝っとく。よいしょ。さてさて、だいぶ強いの出てますね。ミオはさっき貴族の服着たからな。鉄の鎧で7上がるな。何よりミレイユが1000で10も上がるの、これ大きいね。いいですね。笑顔のほど売っちゃったから。鉄兜、あ、鉄兜割りがいいんじゃない？ハッサンもミオも10ぐらい上がるよ。だから胸当てと、鉄の胸当てと鉄兜をお金が貯まったらやろう。買おうかな。先に一回さ、上の洞窟見てきたいなぁ。よいしょ。上の洞窟見ていきましょう。たったらたーん。あ、おじいさんいる。ごくごく。いや、喉が潤いましたよ。この年寄り長旅は少しばかりきついようです。え、旅の目的？お恥ずかしいが、なくした夢を探しに、とでも言っておきましょうか。うわぁ、すごいロマンを感じる。やばい、愛だわ、愛だわ。愛だわ、やばい、泣きそう。もうこれだけで感動している自分がいる。やばい、おじいさん。やばー。やばいなぁ、いいですねぇ。いいですなぁ。シモネッタさんとかいそう。シモネッタさんとかいそう。シモネッタさん。ちょっとシモネッタさん。もう一回話すんだったかな。掃除中なんです。いいえ。
ういいよ。ダメ？他になんかやらないといけないことある？だいぶいろいろ見たよ。あ、ここ見てないね。旅の宿にようこそと言いたいところですが、今日はもういっぱいなんです。すみませんね、また来てくださいよ。私の村はどこかな。いや、思えば遠くまで来たものです。ぐぐわぐわぐわ、あーちゃんまた反対だぜ。いるよね、寝てるとさ上下反対になっちゃう人。すっごいなんか寝相悪い人。宿屋はいっぱいだったを見たよ。おとといのボス直前でキメラの翼は最高に面白かったけどね。そう、ドラゴンクエストモンスターズをやって22階層の、あ、終わってんじゃん、行こう行こう。22階層のさダンジョンに行ってさ、そう、めっちゃさミミックでさ死んで戻ってきたりしてさ、もう一回戻った、もう一回頑張ってさそこまで行ったんだよ。で20階層まで行って20階層まで行ってレミラーマスを使おうとしたら間違えてキメラの翼しちゃってさ、もう泣きそうだった。あれもう嫌だってなってたもんね。もう嫌だ、いやだみたいになってたわ。まあでもちゃんとその後にもう一回行ってね、ちゃんと倒せましたから、よかったよかった。もう終わりよければ全てよしなんですよ。さて教会に入れましたね。よいしょ。さてまだどうかいたしましたかな。もしや今晩泊まるところがないのでは。それはそれはお困りでしょう。よろしい、困っている人を助けるのが教会の務め。下にいるジーナばあさんに頼んでみなさい。きっと何とかしてくれますぞ。あ、いいです。ジーナばあさんに話す前に、いっぱい矢探しするぞー。矢探しだー。楽しいなー。こうやってさ、なんか、おー、モールの水ゲット。こういうとこさ、覗き込んでさ、いろいろさ、見てるときが一番楽しい。一番好き。よっ。ほな、行きますか。なんじゃい、お前さんたちは。わしはここんところ嫌な夢ばかり見てて、イライラしているんだよ。用がないのなら、さっさと出て行っておくれ。何？神父さんから泊まっていくように言われた？まったく神父さんも。ああ、わかったよ。泊めてあげるよ。さっさとおやすみ。たたたーん。特に何も見つからなかった。これでね、チャララララランがね、ワープしてますからね。チーメダ発見！やったやった。チーメダ大事よ。あんね、あんたらそこで寝てたがね。あて、いつの間に。まあ、うちの神父さんは人がいいから、いろんな人がやってくるんだよ。やった、小さなメダル発見しましたよ。神父さん。おや、旅の方たち、ゆうべ我が教会にお泊まりでしたかな。では今朝のお勤めをいたしましょう。この神父さん、人止めすぎて、もう止めたかどうかわからんくなってんねんな。わかるで、めっちゃわかるわ。よいちょ、出ます。やばー、色やばい。グググググググ。やばー、色やば。あ、何これ、まさか血じゃないのね。でも何なの。これはどうしたことじゃ。せっかくのアモール川の清き流れが。恐ろしい、恐ろしいけど、商売だけはしないと。6ゴールド、いいね、良心的だわ。あー、ゴールド銀行もあるじゃん。表が騒がしいようじゃが、何かあったのかの。え、川の水がまるで血のように真っ赤だって。まさか、イリアとジーナの身に何かあったのでは。イリアだよ、イリア。かっこいい。恐ろしい。一緒ですね。なんか、同じ？アモルの水売ってるね。シスター。おお、
う神よ。何かあなたのお怒りに触れたのでしょうか。どうかお怒りを鎮めくださいまし。まあ、まさかこれはあの二人のせいでは。聞いてくだされ。先日イリアとジーナという若い二人がこの町に来たんじゃ。なんでもこの町のすぐ上の洞窟にすごい宝物が眠っていると言ってな。それで二人して洞窟に出かけていったようじゃが、まさかそのせいで。だったらあの二人絶対に許さんぞ。やべえよ、すっげえ色になってる。なになに、異世界来たー。上下反転はないですが、起きたらブリッジしてることはままありますね。なにそれ。ベッドから上半身落ちてるってこと。寝相すごいな。あ、でもベッドだったら落ちたりするよね。起きたらブリッジしてる。赤い水来たー。これですよ、これ。これこれこれなんですよ。赤い水、赤い川。わあ、すごいや。滝まで真っ赤っかだよ。あ、この滝って確か上の洞窟から流れてきてるんだよ。へへ、僕って物知りでしょ。物知りだね、賢いね、いい子だね。なんだかさっき急に寒気がしてね。おお、寒い寒い。おさ耳バンドを手に入れた。下の世界でバニーちゃんしてるからね。よいしょ。ジーナさん、いっか。あんなイリアみたいな風雷棒についていくのをやめて、この私と。だー、びっくりした。聞いてたの？嫌だな、酔いが覚めちゃいましたよ。そう言われたらあれやな。上の世界じゃなくて、さっき下の世界にいたじゃん。で、バニーちゃんの格好ってさ、ジーナの服に似てるわ。ちょっと、お父さん。酔いどれお父さん。昔の女の、に似た服を。アモーレの水やった。嫁に着せるなんてちょっと趣味悪いっすよ。落ちないですけど、ブリーチしたり三点倒立してるだけです。三点倒立。落ちる寸前やって、それ。見てください、この川の色を。これはきっと、この世界が滅んでしまう前触れ。ああ、もうおしまいです。こっち行ってみる？ああ、よかった。井戸の水は大丈夫みたい。ご飯を作ったりとかはなんとかなりそうよ。確かにね、川の水使ってたらあれだもんね。さっき井戸の中入ったっけ？よいしょ。エミラーマ欲しいわー。よいしょ。イリアさんとジーナさんは、そう、2週間くらい前にこの町にやってきたんだ。何でも宝物を探してはあちらこちらを渡り歩いているらしいよ。うちの神さんも綺麗だけど、ジーナさんも美しいよな。僕さ、このさ、この旦那さんね、ちっちゃい時ほんまに許せなくて。いや、嫁さんが見てないからってそんな陰でそんなこと言ってんじゃねえよ、みたいな。え？嫁と比べんなよ、みたいな。女心にちっちゃいながらに思ってましたね。ねえ、浮気は許しませんよみたいな思ってたわ。山の神が血の涙を流して苦しんでいなさる。これはきっと悪いことが起きる兆しだ。ああ、どうしたら、おろおろ。あ、僕子供の時潔癖や、今以上に潔癖やったからな。防具のお店ラインナップは一緒かな。一緒ですな。よいしょ。こっちは何？川が真っ赤だと？まあ、長い人生だ。そんなこともあるだよ。そんなこともあるだろうよ。一緒ですね。オッケーオッケー。ほんだら、上向かいましょうか。MP も回復してるしね。あ、見て、ハッサン MP ができてる。できてる。ハッサン MP0 だと思ってたら、4できてるわ。4あるわ。じゃあ上向かいましょう。洞窟に向かいましょうかね、じゃあね。よいしょ。寝る前にヨガとかストレッチすると発動することが多いですね。皆さんもそういう妙なことあります？マジで？ストレッチすると寝やすいって言うよね。逆に？なんかその、動いてない方がじゃないの？ここですよ、来ました。
ここね、ここ。ここ下がアモールで、川が繋がってて、ね、この上の祠から水が流れてきてる。赤いですね。落ちない、落ちない。この剣についた血が、いくら洗っても落ちないよ。すべては終わったのよ。この先には宝なんかない。あるのは、私の愛しい人、イリアの死体だけ。そうよ、私が彼を殺したの。この剣でね。だから、落ちない落ちない。この剣についた血が、いくら洗っても落ちないよ。あー、なるほどね。夢で剣から血が落ちない。あれでしょ？人を刺した人が手についた血が落ちない夢を見るやつでしょ？下で、下のリアルの世界でジーナさんが心の中でずっと後悔してて、それをずっと夢に見てるってことだよね、きっとね。へぇー。めっちゃ後悔してますよ。そりゃ後悔するよね、恋人刺したら。朝は宝箱をあげた。命の君の身を手に入れた。鱗の鎧はもういらん。で、小さなメダルももういいかな。袋に入れておこう。で、絹のローブも、よいしょ、袋に入れといて、毒ガンのナイフ、キメラの翼、アモールの水、小さなメダル、アモール金、うさ耳バンドはちょっと見てみようか。装備。ミレイユ、銀の髪飾りとどっちが上かな？銀の髪飾りが57。見て、うさ耳バンドの方が守備力高いわ。かっこよさは落ちてるけどね。うさ耳バンジのにしときましょう。すげえすげえ。こんなところで。ミレイユの。命の木の実を出す。あった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 。これをミオに持たせて、で、ミオが命の木の実を使います。使う。ミオは命の木の実を使った。ミオの最大 HP が6上がった。これ今回はまだスーファミ版だから、スーファミ版っていうかスーファミ時代のゲームだから、使う人にね、使いたい人が持って使わなかったら、他の人が使うとそのまま使ってしまうんだよ。つまり、選べないんだよね。さてさて。めっちゃ来た！めっちゃいっぱい来た！どうしよう。いけるかな？えい。そんなにいっぱい来られても、たくさん来られてもお相手できないかな。前回言ったからね。もう一回言っとこうと思って。なになに？なんか、マクベス夫人みたいなオプセッションですね。あ、マクベスってあれ？なんだっけ？ハムレットじゃなくて、ほら。ほら、ほら。え、あれだよね。ロミオとジュリエット書いた人？違かったっけ？あれだよね。本の話だよね。ミオは、レベル11に上がった。やったぜー。マクベスの嫁さんってそんな感じなの？なになに？血の海じゃないけど、今の学校の水道は蛇口から お茶やジュースが出てくるよね。そうなの？蛇口から出てくるようになってんの。見て！頑張れ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 、ほい。いや、もうその辺とかほっといていいんすよ。どうしようかな。命令させろにしようかな。命令させろ。メタルスライム、メタルスライム、メタルスライム。あ、逃げ出した。くそ、初めから命令させろにすればよかったな。ずーっと川の水の音がしてるね。こっちにも階段がある。手前のどこから行っておく？呪文使うな。攻撃。マクベスの奥さんってそんなのなの？そういうセッション、そういう設定があるの？血の海じゃないけど、うん、そう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 、さっき言ってた。あれでしょ？愛媛でポンジュースが出てくる蛇口があるっていう。あそこ行きたいね。ここの宝箱は取っておこう。美しそう、手に入れた。じゃあ、右下の
今左上にもう一個階段があったから右下の階段から一個ずつ行っていこうか。前からね、順番にね。たったららん、たったららん、たったららん。スライムナイトかわいいなぁ。スライムナイト割と好きよ、見た目が。撲殺していってるけど。よいしょ、こうサクサクね。こうダンジョンの中だとサクサクいけるからいいよね。そう、昨日さ、前のね、2週間ぐらい前なんだけど、このドラクエ6の放送してたのを、ちょろっと見てて同じこと言ってた。あのフィールド上だと歩くのゆっくりになるけど、こうダンジョンの中とか街の中だとすごい速く動けるじゃん。だからあ、やっぱり中がいいよね。中がいいよって言ってた。不思議の木の実。じゃあこれはやっぱミレイユでしょ。渡す。お。ミレイユは、ちょっと袋整理しようかな。道具整理。あ、この子だけとかはできないのか。オッケー。じゃあ、この辺のものはもう袋に入れておきましょう。まあ、どうせね、またなんか見つけたらそこに埋まっていくから、また後でいいんだけど。ミレイユに持たせて、ミレイユが使う。不思議な木の実使う。ミレイユ、不思議な木の実を使った。4上がった。オッケーオッケー。いいですね。一個ずつしっかり見ていてね。一個ずつさ、こうやってさ、不思議な木の実がさ、手に入るのいいっすね。やっぱ、ま、種系は大事よ、種系。あ、泥人形来たー。種は大事よ、種は。泥人形。昔この泥人形の動き怖かったわ。なんか、操り人形感があって、ちっちゃい時怖かった。ここは？これだけ。ほんでもって。じゃあ最後の左の階段に行きましょうか。ちょっと。このずーっと水の音してるのいいね。割と好きよ。おー、もうハエマドも一瞬ですわ。ギラ、辛い。割と強い。あれかな、上のさ、世界のさ、レイドッグの周辺にいたベビーゴールよりも強くなってんのかな、これ。割と強いよ。上と、こことここと、ここ。あ、やったー、小さなメダルだー。ここは、でもあれでしょ？ここでしょ？になるから、意味がない。右の上から行くか下から行くかだよね。ボン。テン。テン。ギリン。どっちから行こうかな。こっちが下っぽい。こっちから行くと宝箱っぽいから、宝箱が取りたい、私は。ここだと？刃のボーメラン買っちゃったよ、もう、でも。あ、もこもこ銃かわいい。いちゃん初めにいたさ、村？いちゃん初めの村のライフコートの周りにいたファーラットが緑色でしたから。それの仲間です。仲間を呼んだ。一生終わらんやつやん、これ。頑張って、頑張って。仲間を呼んだ辛いね、怖いね。仲間呼ぶ系の子はね、本当になんか終わらない可能性があるからな。あ、レベルアップしたー。キャノンの呪文覚えた。オッケー。じゃあ、ガンガン行こうぜにしようかな。でも、あんまり、ガンガン行かせると、みんな頑張るぐらいにしとこうか。してるとね、めっちゃホイミ使うんよ。
やったー、宝箱だー。410ゴールド。じゃあ、ここは？ここ。これか？あ、ここに戻ってきた。オッケーオッケー。いいよ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 。正規ルート、正しいルートじゃないから、ちゃんと一個ずつ綺麗に潰せていけてますよ。全部ま、巡っていきたいからね。めっちゃおるやん。キャドとか全然使ってくれていいんすよ、ミレイユさん。使うかな？使った使った。29。29だけど、こんだけ4匹もいるんだから、なんかあれ使ってもよかったね。無知でもよかったね。ああ、いいじゃん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 。いいじゃん、いいじゃん。怖いから回復しておこうかな。みんな割ともう30以上減ってる？で、ミオが、これミオ使おう。で、ミレイユはヒャドウミオ使ってもらおう。ガンガン使ってくださいよ。大丈夫っすよ。昔はね、やっぱ、なんか、やたら、魔法を使うな、呪文使うなにして、すごい節約しながらやってて、ほんとなんか、どんな縛りプレイよみたいな遊び方してたから、こっちから行ってみよう。多分右が正解じゃないかなと思うんだけど。あ、やばい。こっちが正解だったっぽい。やばい。あっちのルート行ってない。あっちのルート行ってないよ、やばいよ。やばいな、どうしようかな。沈黙の羊。タラララララララ。タラララララララ。割とこの羊さんがさ、HP が高いのがあれなんですよね。ポーン、オッケーオッケー。オッケーオッケー。これでもういけるでしょ。ミレイユ賢っ。計算してやってんのかな？これ上？今あった階段から上がったら元に戻れるかな？あ、花窓落ちたー！花窓落ちたわ。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。楽ちんよ。魔導士はね、魔法を使う前に仕留めればいいのよ。いやー、ここ、右上行っといた方がいいな。一回見ておこう。潰しておこう。だだ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 。たーんたらだん。たらららららららん。たーんたらだん。たらららららららん。ぽーん。ぽん、ぽん。あーもう来た、やっぱりなー。こういうのよ、こういうの。いや、ギラめっちゃ食らうからなぁ。まあ、ホイミがね、2だからね、割とこまめに使えますけど。ギラ辛いねー。回復しておきましょう。回復する。オッケー。ここは宝箱。やったー！あったあった！鉄の爪持ってる。持ってるわ。鉄の爪、鎖鎌の方がいいんだよね、確か。見ておこう。武器。え、待って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 。鎖鎌。オッケーオッケー。この上だと思うんだけどなぁ。なんで、下の方から行きましょう。右下の階段で上がって一回先に上に行くのもありだけどね。あの右のルート気になるもんな。絶対宝箱あるしな。出てくるモンスターがほとんどテリワンと同じだね。そうだね。ドラゴンクエストモンスターズ自体がテリーの、あれじゃん？で、だから、テリーってさ、ドラゴンクエスト6のに出てくるキャラクターだから、やっぱそういうところからやっぱり同じ部分があるんじゃないかなと勝手に思ってるけど。魔法の潜水やったー。これで MP 回復できますよ。魔法の潜水も割と僕は大事に大事に置いといて使わなくなるパターンが多い。飛び膝蹴り。
打っていく。おー、26で倒せんのか。リズムあれだもんね。前行ったさ、試練の塔？ここさっき行ったとこだね。オッケーオッケーオッケー。これで一周してきましたな。上だけちょっと確認してから、下の階段行きましょう。これでもしここのライン全部外れです。この後行く、三つ映えで、右行った方のルートが正解だったら、ここ戻ってくるの大変だから、一応上も確認しておこう。そうだね。テリーのワンダーランド。ドラゴンクエストモンスターズに似てるね。花窓もめっちゃ作ったもんな。ついつい作っちゃおう、みたいな。シャード。いいですね。しっかり倒せていきますね。なるほどね。花窓から倒したのはいいかもしれない。全体攻撃してくるからね。よ。ほいみ、かさん。オッケーオッケー。あ、ここですよ。ここが正解ですよ、やっぱり。で、左上も見て、ほんで、下一回行きましょう。で、あっちの宝箱を取っておきたい。多分あるから、分岐の先に。と思われる。わからんけど。おめでとう！ HP10 上がったって書いてた、今。10すげえな。10はすごいわ。あったかたー、たったかたー。もこもこ10、かわいいな。そこで行ってしまえてる。もこもこ竜かわいいね。一匹欲しいよね。飼いたいわ。ファーとかもこもことかさ、やばいよね。ふっかふかって感じだもんね。で、ここで、ここに行くと、一番初めのところに戻る。なので、ちょっとね、何回も、あと2回ぐらい来なあかんかもしれんけど、ここ。いいですね。ついでだから一回寝てこようかな。大丈夫かな ?MP 足るかな。この後もここに戻ってくる感じかな。よいしょよいしょ。これで、一番左の階段から降りて、あー、メタルスライムだー。え、死ぬかな俺、これ。メタルスライムだけ狙ってたら。えい。お、いいよいいよ。1!入った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 。まあ、そうよね。狙って狙って。狙って狙って。ハッサン頑張れ。ハッサン頑張るんだ。まあ、割とまだ HP あるし、みんなね。75、74、72だから。で、こうしといて。あ、逃げた!くそー!あー、もう、いけそうだったかなと思ったのにな。だね。オッケーオッケー。いいよいいよ。オッケーオッケー。じゃあもうみんな頑張れにしまーす。倒したー。いやー惜しかったなー。今のメタルスライムは欲しかったー。こう持ち上がってさ、あっってなるのがね。あやまど来ましたね。ボン。いいじゃんいいじゃん。ピーポね。ピーポも来ましたね。ピーポとガマンドリーと一緒だよね。よいしょよいしょ。ほんなら、ここで真ん中に行って、ここに行って、ここに来たじゃん。で、今さ、この真下に行ったじゃん。で、今度はこっちに行きたい。ここに行くんのか、結局じゃん。ただのスカじゃん。ただのスカだよ。ただのスカ。あーくそー。それでだから一回戻って MP 回復してこよっか。あーもうただのスカのために戻ってしまったですよ。あーチキショー。しゃあねな。しゃあね、こればっかりは引きだわ。こっちの順番から行くかはね。引きだからね。よ。
公演カウントしないから、このフロアね。さっさか戻って。MP 回復しましょう。みんなね、レベルアップしたからね。割ともう、回復してるしね。てったらたーん。あ、ちょっと待って。お金が溜まっているよ。ということは、あ、でもいろいろ売ったらいいんじゃない？売るか。売って。ちょっと防具を捉えてもいいですね。どうせ戻ってきたしね。鉄兜が10増える。胸当てがミレイユが10増える。まあ、ミレイユも上げたいけど、こうやって見るとさ、ミオ守備力低すぎね。ミオちょっと上げたいね。ハッサンかミオだよね。ちょっと待って、ちょっと待って。で、やめる。武器はさっき全部もう揃ってるって言ってたっけ？大金槌、鋼の剣は欲しい。ハッサンに持たせるか。それもありだね。オッケーオッケー。売りに来た。美しそうは、ちょっと待って、ちょっと待って。美しそうはもうあれだから、ミレイユに使ってしまいましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。操作が。売りに来た、ミオ。で、刃のブーメラン、売る。あ、めっちゃ高いやん。めっちゃ売れるやん。で、ミレイユ次は。ミレイユやたら持ってるから今。毒ガのナイフは売らない。アモールの水、アモールの水。鉄の爪売りましょう。鉄の爪はもういい。オッケーオッケー。売る。銀の髪飾り売っちゃってもいいけどなぁ。鋼の剣を、アッサンが持つ。ちょっと待って。これでオッケーかな。ね、美しそうはミレイユに渡したい。空きあるね。美しそうは使わずにミレイユに渡す。ハッサンに美しそう使ったら無駄だからね。無駄っていう。ハッサンに美しそう使ったら無駄ってちょっと言い方ひどいけどさ。1かよ。でだ。ハッサンは空きが出た。ここも空きがある。出す。出して。鋼の剣を渡そう。出して。ハッサンに渡す。ほんで、鉄兜をミオに持たせる。ほんで、ホイダーラ、装備します。鋼の剣を装備。オッケー。で、次は、ミオで、ライバーのブーメラン、鉄の兜を装備。オッケー。これでだいぶ強くなったよ。まあ、でも、これぐらいは持っとくか。次のところで売ろうか。オッケーオッケー。本棚寝ましょう。あ、ついでにセーブしていこう。一応ね、いつ死ぬかわかんないからセーブはしておこう。いいんじゃない？なんか、帰ってきたのめんどくさかったけどさ。めんどくさかった。寄り道ではあったけどさ、これで、鋼の剣変えたから、火力も高くなったしね。まあ、やっぱ、ハッサン飛び膝蹴りをよく使うから、あれかもしれないけど。攻撃力大事ですよ。よし、寝ます。寝ましょう。たったらら。さてさて、皮が赤いままですな。ジーナさんがイリアを刺した。剣をずっと洗っているから。赤いままですか。よいしょ。行きましょう。ジーナさん。この落ちない落ちない、この剣についた血がいくら洗っても落ちないよ。何回も何回も思い出すんだよね、これ。結構。このセリフだけは特に覚えてるわ。ちっちゃい時からね。よし、みんな頑張れ。シャドウ。あともうブーメランね。これさ、ハッサンに武器を強いの持たせてたら、
攻撃力上がったら飛び膝蹴りも強くなるのかな。飛び膝蹴りって違う計算かな。力とかのあれかな。あ、レベルアップ。ハッサン、攻撃力、守備力、かっこよさしかパラメーターがない。力とか体力とかないんだね。だとしたらあれじゃない？普通に。あ、あるわ、あるわ。力、素早さ、身の守り、賢さ。うん、あ、やっぱ、あるよね、そりゃね。うん。賢さがないとね。賢さ 13？ 賢さ 13。力の方かな。攻撃力上げたら、武器を持たせて攻撃力上げたら、飛び膝切りも強くなるかな。よいしょ。じゃあ行きましょう。ここをまっすぐ下に降ります。流れていきます。どんぶらこ、どんぶらこ。ほんで、真上。レベルが上がると嬉しいですね。そうだね。レベル上がるとマジ嬉しい。きたー。普通に戦っていいんじゃない？逃げ出した。1。なんで？なんで？命令させましょう。やめ！くっそ！ミレイユなぜホイミした？やっぱ命令しないとダメだね。諦めないで。諦めないで。よいしょ。ねえ、レベルアップすると楽しいよね。タラララッタッタッターも楽しいしさ。この効果音がまた楽しいしさ。穴窓。もうやだ、ギラ。鉄の杖を見つけた。鉄の杖って何？渡す。あ、バラの鞭やったらでもあれやな、団体攻撃できるね。でもこの後多分ボス戦だから鉄の杖にしとこうか。あ、でも毒ガのナイフの方が上じゃん。毒ガのナイフにしておこう。まあ多分ミレイユボス戦でもあれなんだけどね。多分魔法使ってるんだけどさ。殴るみたいな感じじゃないと思うけど。わー、来ましたよ、ここ。うれえ、恐ろしいぜ。宝をいただこうとここへ来たら、あの男が倒れていたのさ。かなりの傷を負ってるところに魔物がまた襲ってきたんだ。あのままじゃやれしまうぜ。なんとかならないのかよ。おー、戦っておられる。近づいただけで、はあ、ホラービースト。命令させろ。特技、飛び膝切り。いや、攻撃から行きましょう。で、呪文、ルカニ、ホイミ。ルカニでしょ。ルカニします。作ると思ってない？スカラあるよ、スカラ。誰あげる？ハッサンあげとこか。ハッサン！ハッサン！やべえ！やべえ！っていうか、ボス戦なのに冬に近づいちゃった !HP がやばい！今なんぼ？なんぼやった？ハッサン！こうして、ホイミ。ホイミ。とりあえずホイミだ。あ、やめて！怖い怖い怖い！やばい！ HP 回復してから入ればよかった。忘れててる。忘れてたわ。ルカに、ホイミ、ミオ。これでいこう。えらいえらい。オッケーオッケー。ルカに、飛び膝蹴りもやってみる？ルカにもこれで下げ切ったかな？これ以上下がらないかな？キャド、スカラ。スカラ、ミオにしとこう。いい、怖い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 。ルカに何も起こらなかった。これで全部かな。とりあえずこれでいいか。じゃあ、普通に戦いましょう。ルカにとホイミしか使えないもんね。攻撃して、
濃い意味しとくよ、みよ。大丈夫かな？ミレイユだな。これは別にいい。28。殴る。殴る。じゃあ、攻撃に移りましょう。ミレイユはヒャド。11。いいんじゃない？スカラ効いてるよ、スカラ。スカラ効いてる。与えられない。飛び膝蹴りにしてみるか。攻撃、ヒャド、行きましょう。いいじゃん、いいじゃん。スカラ効いてるよ。飛び膝蹴りを放った。39。ヒャド。メダパニダンス踊った！やばい！混乱した！攻撃を受けた。なになに？メダパニダンスを踊ってくるやつだ。その通りだったね。タイムリーだよ。今それだったわ。みよ混乱してんな。どうしようかな。大丈夫かな。飛び膝蹴りが36ぐらいだったから、ちょっともう一個の方見ときたいけど、ポイにしとく？いや、でもそんなにも減ってないじゃ減ってない？でも怖えな。やっとこう。お、いいじゃん、いいじゃん。鉄の爪を使ってみた。そりゃ何もならんよ。ね、シャドウ。行きましょう。あ、やめて。やめて、メダパにしないで。あ、やった！よかった！よかった！倒せました。わーい、倒せたよー。回復せんでいいかな。ありがとうよ。おかげで助かったよ。俺はハヤテのイリア。へへ、俺としたことがとんだドジを踏んじしまったぜ。とんだドジを踏んじまったぜ。そこの宝箱を開けた途端、中にいた魔物に取りつかれちまってよ。気がついたらジーナに切りかかっていて、それでジーナが俺を。ジーナ！あのバカ、もしかしたら俺が死んだと思って。悪い、助けついてたと思って。俺を上まで連れてってくれねえか？はい。悪いな。わー。中見てみよう。宝箱は空っぽだった。あんたら強いな。あんたらが来なかったら、イリアって旦那は確実にやられてたよ。よかったよかった。勝てました。ナイフーありがとう。勝ったぜよ。そっかー。そっか、そういう話だったんだ。イリアが、魔物に取り憑かれて、ジーナに切りかかったんだ。それでか、メダパニダンス踊ってたもんね、めっちゃね。あいつね。それで、ジーナは刺さざるを得なかったんだ。宝物欲しさに刺したわけじゃなかったんだね。宝物を奪うために刺したんだと思ってた、ずっと。宝に目がくらんで、独り占めするために刺したんだとずっと思ってた。じっちいな！イリア。あんた、生きてたんだね。私、てっきりあんたを殺してしまったと思って。お前は相変わらずせっかちだな。この俺様がそう簡単にくたばるかってんだ。よかった。よかった。本当によかった。バカ野郎。泣くやつがあるか。だって本当に。まあいいや。それより例のものはちゃんと取ってきたんだろうな。鏡の鍵よね。ほら、ここに。さすがジーナだ。俺が死んだと思っても、ちゃんと取るものは取ってら。もしもの場合は、あんたの形見にしようと思ってさ。よせやい、縁起でもね。さーて、そろそろ行くかな。おっと、その前に。世話になったな。おかげで目的の鍵も手に入ったし。何かお礼をしなくちゃな。そうだ。これをあんたたちにあげるよ。ハッサン、ハヤテのリンゴ受け取ったー。じゃあな。縁があったらまた会おうぜ。ハヤテのイリアさんからもらったハヤテのリンゴ。さて、次はいよいよ月鏡の塔だぜ。塔の扉をその鍵で開けて。伝説のお宝、ラーの鏡が手に入るってわけだね。行くぜ、ジーナ。待ってよ、お前さん。ふう、
だったんだね。恋人同士だと思ってた。夫婦、あ、消えてく、見て。消えてく、消えてく。いやー、暑いですねー。いいですねー。いい話だよー。ねえ、聞いて。川の水が元に戻ったのよ。でも何だったのかしら。この水こそアモール川の清き流れですじゃ。この町にしばらくいたイリアとジーナはまた旅に出たみたいだな。詳しく知りたいなら他の人たちに聞いてみな。いやー頑張ったぜよ。どうやら神はお怒りを鎮められたようです。おう神よ、あなたの恵みに感謝いたします。元に戻ったからよかったようなものの、一時はどうなるかと思ったよ。イリアとジーナって人、この町を出て行ったみたい。ということはきっと欲しかったものを手に入れたんだね。へへ、僕って頭いいでしょ。だから東の家の人が養子に来ないかって言うんだ。でも養子って何なんだろう。ああ、なるほどね。時代がね。不思議だの。あんたたちは一体どこから来たんじゃろう。もし自分たちにもわからんというのなら、はじめにこの町にどうやって訪れたのか考えてみるのじゃな。え、ジーナさんはイリアと二人でまた旅に？それはがっくりです。もしこの町に住み着く気があるなら、神父さんが教会の下働きをしてくれる人を探してたのに。わお。よいしょ。え？え？これなんか、あれだね、マスオさんっぽくない。え？え？イリアさんとジーナさんは鏡の鍵を手に入れた？そうだったんですか。では今頃二人は月鏡の塔に向かっているところでしょう。あの塔にはラーの鏡というすごいお宝が眠っているって話ですからな。めっちゃ気が合うやん、この人。よいしょ。ここはもういいかな。イリアさんとジーナさん、また旅に出たんですよ。うちの人、結構ジーナさんのファンだったから、寂しがってるんじゃないかしら。あー、これをさ、読んでさ、この人のさ、うちの人ファンだったから、寂しがってるんじゃないかしらってすごいよね。こう、ママミっていうかさ、この、嫁さんとしてのさ、懐の深さがすごいなと思ってて。だって普通に考えたらさ、なんかその、うちの自分の旦那さんがさ、なんか他の女の人に熱を上げたら嫌じゃん？それをさ、こうやってファンだからって言えるのすごいなと思うわ。すごい。女としてすごいな。イリアさんとジーナさんがさっき挨拶に来ましてね。あの二人ずっとああして仲良く旅をしていくんでしょうね。本当にお似合いの恋人同士って感じですよ。すごいなぁ。そうですよ、子供ながらにいろいろ思ってましたよ。お、神父さん、セーブします。セーブしたいです。頑張って倒しました。倒せましたね。メダバニにも負けず、混乱にも負けず倒してきましたよ。あんねえ、あんたら疲れた顔してどうしたんだ。なんだったら止まって行くか。はい。そんじゃ一眠りするといいだよ。ありがとう、眠ってきます。ジーナさん、いや、あんたたち止めたと思ったらいなくなって、一体どこに行ってたのさ。あれ、今気がついたけど、あんたたちわしの夢に出てきた人にそっくりだの。それに昨日までのあの辛い夢は見なくなったし。けど夢と違って、あの人わしに、わしはこの町に住み着いたのさ。おや、ところであんたが持ってるそのリング、わしが若い頃なくしたリングによく似ているね。はて、誰かにあげたんだったか。いやだよ、もう録はしたくないものだね。はっはっはっは。ごめんくださいよ、ここにジーナさんという。おお、ジーナ、ジーナだね。誰だいあんた。おお、おしわくちゃでもよくわかる。やっぱりジーナだ。わし、いや俺だ、イリア
だよ、ジーナ。イリア？あんた生きてたのかい？本当にイリアかい？おうどもよ、この俺様がそう簡単にくたばるかってんだ。イリア、ジーナ、本当はこの町に寄る気はなかったんだが、おかしな夢を見てな。そうかい、あんたも夢を。ちょっと待っておくれよ。あんたたちこれが必要なんだろ。これが鏡の鍵さ。さあ持っておき。ハッサンは鏡の鍵を手に入れた。私にはイリアが戻ってきてくれた。もう形見はいらないのさ。私を夢から救ってくれたのもきっとあんたたちだね。ありがとうよ、世話になったね。気をつけていくんだよ。わー、ジーナさん、その鍵を使えば月鏡の塔に入れる。もし伝説が本当なら、そこにはラーの鏡というすごいお宝があるはずさ。もう少しお若かったら俺たちが行きたいところだがな。俺たちの時代は終わった。今度はお前さんたちの番だ。気をつけていきなよ。わー、いいですね、イリアさんとジーナさん。ありがとう、ありがとう。671、鎖釜をか。鎖釜売る？こっから行くのもラーのさ、鏡を取るための月鏡の塔じゃんって思ったら、まだしばらくさ、新しい防具は出てこないわけじゃん。どうすかな、鉄兜を買って、ハッサンにつけるか、胸当てを買ってミレイにつけるかだよな。ほんなら、振りましょう。振りに来た。振ります。鎖釜。はい。お、めっちゃ売れんじゃん。十分十分、一個でいいっすよ。オッケー。だってもう一個はさ、木の帽子だからさ、知れてるよね。買いに来た。いい話だな。いい話だよね。いい話だよね。わかるよ。この話超好きだもん。いい話だわ。鉄兜買います。あっさん。はい、装備します。かっこよさが31から61。木の帽子売ったらいくら？ 60 ゴールドぐらいかな。90ゴールド。あ、どうしようかな。とりあえずいいや。他に売るもん特にないからな。木の帽子、木の帽子。鉄の杖売ろうか。使わなかった鉄の杖。モンスターが落としていった鉄の杖ですよ。鉄の杖を売る。はい。お、いい値段になりましたね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これにこのままにしといて、で、ミレイユは、鉄の胸当ても買いましょう。鉄の胸当てが、1000円。で、ミレイユに持たせる。手呼びします。オッケーオッケー。ほんで、装備。で、この子のミレイユをバラの鞭に持ち替える。そしたらね、やっぱり、グループ攻撃できるから。これで行こう。オッケー？ちょっと待って、強さ。鋼の剣になっている、鉄兜、鉄兜。オッケーオッケー。なになに、こんばんは。おすすめから来ました。あ、本当に？ありがとう。おすすめに出てるの嬉しいな。見に来てくれてありがとうね。嬉しいです。おすすめから来ました。6は初見プレイですか？そんなことない。多分ね、10回ぐらいやってる。でも、ほとんどちっちゃい時だったから、この辺ぐらいかな？アモールとか、バーバラが仲間になるところぐらいかな？イッテチャモロが仲間になるところまでぐらいを多分ちっちゃい時やってて、5、6年前くらいかなに一回やったっけなぐらい。だから半分忘れてる。
変な感じに忘れてます。なんでもしよかったらなんか迷ってるところとかあったら教えてもらったら嬉しいな。全然ネタバレ大丈夫ですよ今日は全然ネタバレ大丈夫です。ミレニューってザーボンさんに似てない？ザーボンさんって誰？ザーボンさん誰だろう。じゃあレイドックに戻りましょう。レイドックに戻って鏡月鏡の塔に行きましょう。の左上にあったからね。よいしょよいしょ。月鏡の塔だよ、月鏡の塔。ここここ。行きますか。よっと。タラタラタラタタラタタ。よっと。お、鏡になってる。鏡になってるよ。鏡。くっ、このままおとなしく引き返せばよいものを。バレては仕方がない。ここから先は進ませぬぞ。え、適当に調べただけだったのにモンスターだった。ポイズンゾンビが現れた。とりあえず、え、ポイズン？つらい。なになに？ネタバレの件了解です。自分もシックス最近何度か通してますがなかなか覚えられません。いっぱいよ、いっぱいいろんなとこあるもんね。まあ、面白いよね。何回やってもさ、なんかこう、新鮮な気持ちでできるっていう意味ではめっちゃ嬉しいよね。じゃあ、ちょっと、このまま、攻撃していきましょうか。え？ルカニーとかする？ルカニーって全、グループ攻撃なのかな？いやー、スカラ、ハッサンとかに、そっか、毒嫌。毒は嫌よ。毒の霧。あー、ルカニは、グループだと、どれか一個適当になるのか。それだったら全体攻撃打ちまくってる方がいいよね。大丈夫？僕今攻撃にした？毒に侵された辛い。一匹、あいつだけがめっちゃ弱くなっていく。一番右の子だけがすごい弱体化されていく。じゃあ、飛び膝蹴りして、ブーメランを使って、ミオの毒を消しましょう。よしよし。いいんじゃない？ 3 人いるからね、ブーメランがいいと思うよ。よいしょ。飛び膝蹴りの方が今のとこ強いね。これで、まだいけるかな？にゃ。あー、まだいけるかなと思った俺が悪かったかもしれない。まだ悪かったまだいけるかなって思った俺が悪かったかもしれないやばい。飛び膝蹴りどうしよう。ホイミ2個合い打っとこう。これでどっちか早い方ができるかもしれない。オッケーオッケー。ミレイをわしづかみにしたってなんかちょっとエッチだね。いる、どこをわしづかみにしたのって感じがするね。で、攻撃、攻撃、ミレイユで、ハッサンは大丈夫かな？ミレイユにしとこう。回復しておきましょう。ホイミ使うんかい？ポイズンゾンビがホイミ使うの嫌やなぁ。で、猛毒、猛毒やばいよ。猛毒はやばい。飛び膝蹴り。キアリーで、ミオ。よし。わしづかみ。うんうんうん、オッケーオッケー。普通の攻撃はまあまあ大丈夫だね。もう一回ぐらいスクールと、スからしとこうか。ミオがちょっと心もとないから、スからしておきましょう。ホイミを唱えた。やめろー、やめろや。お、いいね、いいね。ミオもスカラにするとだいぶいいですね。猛毒つら。なになに、ドラゴンボールでフリーザ様の隣にいたやつ、一人はドドリアさん。あー、なるほどね。ザーボンさん。ごめん、実はその辺の見た目あんまし覚えてないんだ。てか、ミレイユそんな敵から似てる？あ、でも、どっちもね、鳥山先生だもんね。
ポイズンゾンビ。タコですね。ルカに入れて、あとはひたすら殴ります。ね。スカラも入れると安心かも。うんうん。それはもう。ルカにがさ、何回打っても右の子にしか当たらないっていうな。飛び膝蹴り全体で、キアリ入れましょう。猛毒は辛い。毒はまだなんか知れてるけど、猛毒だと10減るからな。あ、一匹減ったよ。一匹減ったぞ。飛び膝蹴り攻撃。ミレイユは、ホイミで回復しておきましょう。自分。回復役に接しようかな。飛び膝蹴り、カッサン、回復しとくか。キアリしてもいいんだけどな。うんうん。やっぱスカラが効いてますね。飛び膝蹴り。ルカに打っとく？一応。ミオンの回復をしましょう。よしよし。おい、見やめて。おい、見やめてほしい。ルカに、でももう一回打ってもさ、隣の子じゃなくて自分、同じ子になるから、自分っていうか右側の子で真ん中の子になるから、キアリしときましょうか。オッケーオッケー。ドン。ドン。なになに？シックスで覚えてるのは、ボスがやたらと強かったことかな？確かに、なんか、タフだよね。だいぶ HP 高いね。みんな頑張れにすると、あとはオートで毒が入ると、ミレイユがキアリ入れてくれるはずです。なるほど。そんな点もあるね。そうしようかな。まあ、とりあえず、今んとここのままでいいかな。シャドウ行こうか。オッケーオッケー。ダン、ダン。団体戦だとさ、ブーメランが強い。オッケー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 、いいんじゃない？いいよいいよいいよ。あとちょっとあとちょっと。キアリしましょう。あった。オッケーオッケー。いいんじゃない？これでこれで、シャドウ。ボン。僕、そういえばさ、MP を回復しに戻るのが嫌で、昔ね、この人相手にさ、魔法ほぼ使わないで耐えようとしたことがあってさ、無理だよね。その方が長いわ、みたいな感じだよね。めっちゃ時間かかった覚えがあるわ。無理だろ、みたいな。シャドウ。いいですね。あ、やったー！できたできたー！レベルアップだよー。やった !HP9 も上がった。あ、急激に。急激に。BGM が変わったわ。こっちは何もなしか。5はボスが弱かったけど、6は逆にボスが強化されましたね。5は、雑魚敵が強すぎた。あー。なるほどね。普段歩いてるだけで、うようよしてるやつが強いってことね。鉄の胸当て！さっき買ったのに！さっき買ったのに！ついさっき買ったのに。よっ。こっちは何もなし。ただの鏡のようだ。ただの鏡のようだ。リレミトって覚えてる？覚えてんね。じゃあ適当なタイミングでリレミトをして回復しようかな。MP だいぶ使っちゃったからな。宝箱だー !200 ゴールドいいですね。よっと。お、あ、ここに来るんだ。あ、じゃああれだね。片方だけ攻略して MP がなくなったら戻ってみたいな感じでもいいね。いいね。いい構造ですね。上。上。あー、2個あるね。こっちから行こうか。こっちから行こう。あ。何もない部屋だった。こんな綺麗なハズレの部屋ある。ハズレですよ、みたいな。ここはふふふ、こっちだと思ったでしょ。ここはハズレですよ、みたいな感じじゃん。よ。お？壊した。
力の種、オッケー。力の種はうちでは主人公が使います。渡す。なぜならブーメランを持っているから。力の種、あ、不思議な木の実持ってるじゃん。ちょっと待って、ミレイユの持ち物を整理して、あ、間違った間違った間違った。別の胸当て装備、渡す。袋一個ずつ渡さなあかんのがめんどくせえな。ミレイユ、アモールの水渡す袋、ミレイユ、小さなメダル渡す袋で出す。出して。ミレイユに不思議な木の実を出す。美しそう。ミレイユに出す。美しそうをミレイユに出す。で、使いましょう。力の種は、ミオが使う。これで、1引きよ。不思議な木の実は使う。エオンが上がったらいいですね。で、ミレイユも美しそうをガンガン使っていく。これによってね、まあそのうち、ミレイユに見とれて、動かなくなる敵が出てくるだろう。で、美しそうも出す。バーバラに使ってもいいんだけどな、この後。とりあえずもう使ってしまいましょう。ミレイユ、美しそう、使う。オッケー！これでいいかな？よし。これでね、またあれですよ。ブーメランが強くなりましたよ。こっち側。よいしょー。だっと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 、ここのさ、ここってか、塔の曲いいよね。この BGM 好きだわ。あ、いたーバーバラ。お、なんか僕いつもなんかバーバラに話しかける前にエンカウントしてる気がする。ちょっと待って、ミンガン、ミンガン。みんな頑張れ。悪魔の鏡嫌なんだよな、モシャスしてくるからさ。モシャスでハッサンとかされてみー。 HP めっちゃあんで。つらいつらいつらい。怖い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 。ガンガン。みんな頑張れ。オッケーオッケー。あ、やったー、レベルアップー。ラリホ。ラリホ割とボス戦で使えたりするかな。え？あたしが見えるの？やっと見つけたわ。あたしの姿が見える人。みんな見えないみたいで、みんな見えないみたいで、話しかけても返事もなくて、ほんと寂しかったわよ。ほら、鏡にもあたし映らないのよ。やいになっちゃうよね。でも人の噂話ぐらいは聞けたから、この塔のこと、ラーの鏡のこと知ったんだ。ラーの鏡になら、私映るかもしれないって。それでここまで来たけど、この塔ややこしくてもう嫌って感じよね。でも、あなたたちに会えてよかったわ。上まで行くつもりでしょ？私もついていこうっと。ずいぶん強引なやつだな。どうするミオ。はい。だろうな。お前ならそう答えると思ったよ。こんなところに一人残していくわけにはいかないわ。とにかく連れて行きましょう。夢見のしる、雫ってまだ使えないのかな？道具。使う。ミオは強く念じながら、夢見の雫をその少女に振りかけた。おぉ。今、何をしたの？私の体、透明じゃなくなったよ。こんなことできるなら、私わざわざ鏡なんか探しに来なくてもよかったんだ。でもまあいいか。おかげであなたたちに出会えたわけだし。ありがとう。せっかくだから、私もラーの鏡だけは見ていくね。さあ、行きましょう。
仲間になったわけではないのか。なるほどね。あ、まだ私の名前を言ってなかったわね。バーバラっていうの。でも、覚えているのはそれだけ。どうしてこんなことになったか、何にも思い出せなくて。ほんと、寂しかったよ。あ、ごめん。邪魔をしちゃったね。さあ、出発！バーバラ！バーバラ！やばい！やばい！泣けてくるわ。やばいわ。あ、やばい！先行された！しかも、ぐぁ！もしゃず、いきなりされたぜよ。やめて！やめて！ヒャドとか撃たないで！やめて、やめて。ミレイユもどき、辛い。恋見してるし、辛いよ。恋見しないで。あ、ミレイユが恋見してんの？どっちがやってるか分からなかった、一緒。あ、オッケーオッケー、倒せた。あ、よかった。なになに？イレブンのキャラに似てるの多いね。主人公とカミュ、あ、カミュね。バーバラとベロニカとか、ベロニカは似てるかな？どうだろう。自分も6の話のスーファミ版の曲、たまにリピートで聞くほど好きです。あー、いいよねー。6のトーノか。トーの曲いいよねー。主人公とカミはね、あれだもんね。11で自分で言ってるんだもんね。チャンネル登録しました。ありがとう。めっちゃ嬉しい。自分も最近ドラクエメインの配信始めたんですが、ドラクエ系期待します。ありがとねー。ぜひぜひ。またまた。これの前はドラクエ3の配信やってた。です。ただうろちょろしてしまった。あ、そうなんだ。やってるんだ。ドラクエ楽しいよねー。あとね、何回やっても楽しい。なんかこう、昔やってたのをもう一回やるのも超楽しいしな。あれ？なんか HP 回復しろ。あ、そうか、ミレイユがさっきみんな頑張れで HP 回復してくれたのか。ガンガンガン。あ、やばい。リレミットの MP は残しておかないとね。あー。こんな感じ？どうしようかな。呪文使うな。これで一番上まで行ったらリレミットしたいね。呪文使うなでシャドウは辛いかもしれん。逃げようかな。シャドウ嫌だわ。魔法ないと辛い。かといってもう MP10 しかないから見れる。逃げる。ダメかな。辛い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 よ。逃げたいです。1だよね。辛い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 。やばいやばい、どうしよう。魔法使うのとか言ってる場合じゃないかもしれない。呪文ポイミハッサン。ハッサンが飛び膝蹴りをして、ワンチャンやっていく感じ？どうしようかな。パッチ。倒した。辛い。とりあえず、ポイミ、ミレイユ。飛び膝蹴り。1。辛い。どうしよう。あー、さっき戻ったらよかったかなー。ポイミ、ミオ。ミレイユは、薬草持ってないんだよな。アモールの水しか持ってないんだよ。怖えな。ポイミ、ハッサン。鉄の杖とか、毒牙のナイフに持ち替えさせようか。いいえ。命令させろ、飛び膝蹴り、ポイミ、装備、毒牙のナイフ装備した攻撃。あ、ダメですね。パッチ。逃げよう。だよね、逃げたい。逃げれるかな。飛び膝蹴り、ポイミ、ミレイユ。
ポイミー、ポイミー一回だけ使えるわ。リレミト使いたいんすよ。リレミトを使いたい。リレミトを使いたい。もういけるかな？飛び膝蹴り。攻撃。攻撃。あー、身を回復させた方がよかったかな。やばいやばいやばい。こんなところで死にそうになっている。飛び膝蹴り、ポイミ、自分。あ、ミレイの方がいいかな。まあ、いいや。飛び膝蹴り、倒した。冷たい息つらい。ここに来て冷たい息はつらい。ポイミ、ハッサン。ハモールの水使っちゃう？使っちゃおうか。あ、120円だしね。そう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 、オッケーオッケー。で、飛び膝蹴り、ポイミン、ミオにしとこう。で、攻撃。オッケー！死ぬかと思った。リレミトします。リレミトします。死ぬかと思った。キメラの翼使います。こんなことある。やばかったねー。強かった。MP ない状態でのシャドウ戦は辛いわ。何？ 6 の普通の敵で、最初に苦戦を強いられた相手がシャドウだった。やっぱそうだよねー。辛いわ。シャドウ強いわ。で、自分は RTA チャートでやるから、ここは全逃げ。あー、なるほど。逃げれるかな？なんかね、さっきさ、もうなんか HP が低かったから、逃げる余裕がなかったんだよね。逃げたかった、僕も。逃げたかったわ。あ、待って。っていうか、あのさ、指輪、ハヤテの、リングを持っているんですよ。持っているんですけど、装備してないと思って。出す。お、ハヤテのリング。オッケー。渡す。素早さが上がる。素早さ、発想が低いんだね。ミオにあげといて、とりあえず初めに攻撃できるようにしとこうかな。もしくは、今のところ敵よりも早く行動できてるから、発想に、装備させて、敵が行動する前に、とりあえず一匹倒せるみたいな状態にしとこうか。出す。ハヤテのリング、30増える感じね。装備、発散、点、ハヤテのリング。オッケー。あー、やっばー。焦ったー。やばいよね、MP00 やで。どんだけ満身創痍やねん。あー、ギリギリ帰ってこれてよかったー。30ゴールド、高いけどしゃあない。いいよ、6ゴールドで1回ルーラーしてきてもよかったんだけどさ。アモール1回戻ってもよかったけどなー。いってらっしゃいませ。タタタタタタンタタンタラランタラタタタタタタタ。おい、じゃあもう一回行きましょうい。薬草をミレイユにいくつか持たしとくわ。一応ね。で、むしろ小さなメダルとかはいらないから、銀の髪飾りもいいや。整理しておきましょう。渡す。お店に行って薬草たくさん買ってミレイに持たしとく。で、袋に自動的に入るようにしておくわ。よ、買いに来たー。薬草、あ、1個しか買えない。選べないんですね。わかりました。よいしょ。出す。薬草、ミレイユ。薬草、ミレイユ。オッケー。あ、
んだら行きましょい。もう一回行って、バーバラを後ろにくっつけよう。シックスのシャドウって、他の敵に化けてるんかな？みんな言ってたけど、他の敵に化けてる？どういうこと？どういうこと？あ、後で出てくるってこと？うん、わからへんな。あれかな？え、なんか悪魔の鏡のモシャスの話？この後出てくるキャラクター？あ、ちゃんとバーバラくっついてるわ。よかったよかった。あーよかったー。呼びに行かなあかんかと思った。あーよかったよかった。あーよかったよかった。これでもう一回上がるですよ。いやー、ビビったねー。いやー、シャドウ強かったわ。あ、じゃあ、ここ、外れの部屋だった。そうだった、外れだったんだった。あー、もう、放心状態ですわ。よかった、もう死ななくてよかったよ、ほんとにー。よっと。で、ここ下行って、バーバラがいたところの、で、上か。ほんで、ほんで。で、こう行って、これで上から行って、バーバーがいたとこがここで、この上にこの後行くと。来たよ。来たよ。これでみんな頑張れにしたら、ミレイユはシャドウを使ってくれるからいけるんじゃないか？オッケー！オッケー！シャドウですよ。ミレイユのシャドウを使うための敵ですよ。オッケー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 、これですよ、これ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 、ミレイユこれだよ、これシャドウ、オッケー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 、これでいいですよ。なになに、3で言うと怪しい影かな。なるほど、そんな感じなの。なんか何かに変身してるんですかね。3もなんかあったよね。他のモンスターが他の王様とか大臣とかに化けててみたいな。よいしょ。で、こっちはなんもないからそこから上がる。オッケーオッケー。玉ねぎマン、玉ねぎマン来ましたね。いいじゃんいいじゃん。こういうこと、こういうこと、今みたいなこと。ハッサンが素早さ上がったから、ハヤテのリングで素早さを上げたから、ハッサンとミオがモンスターよりも先に行動できるようになってですよ。で、一発で花魔導が倒せましたね。行動、敵が行動する前に倒せる。いいですね。シャドウ、これです、これですよ。この塔の攻略方法はこれですよ。あー、よかったよかった。ほいみ、ほいみ、で、ほいみ、まあとりあえずこれでいいか。よいちょっと、ここも上、上も、うわーやだ、こういうの嫌ー、ダメ、苦手、うん、やだ、うん、いい、燃やしてしまえ、いい、苦手ですよ、こういうの、ガーとかダメ、ほんとダメ。朝レベル13に上がったー。 HP が9、 MP も上がってきてるね。いいじゃんいいじゃん。この先ね、 MP がを使う技も覚えたりするでしょう。いいじゃないですか。この上、あ、スイッチあったー、あったあった、スイッチ。こういうことよ、飛び膝蹴りして、オッケーオッケー。ハッサンがね、攻撃が早くなったから、オッケーオッケー。そう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 、分担分担、いいね、いいじゃないですか。しっかり分担作業ができてますよ。オッケー、これでスイッチが押せました。これで左側の塔のドアが開いたはず。あーよかった。あ、もこもこじゅん見ると落ち着くわ。安心するわ、もう。かわいいしね。
一個前のさ、敵だって分かってるからさ。あー、安心するわ。いいですね。あ、よかったよかった。サクサクだしね。はい。力尽きた。てって、上に行きましょい。ねえ、このね、なんかこれを動かして、悪魔の鏡。あのさ、なんか、ビーム出てる。あ、やめて。やだ、マジやめて。やめて、やめて。HP めっちゃ高いからやめて。いやー、いや。攻撃力も高いからやめて。やめて、マジで、マジで発散はいい。ダメ。やばい、やばい。あ、なになに、ファーラットの色違い。そうそう。ファーラットのね、色違いなんだよね、モコモコいう。かわいいよね。いやー、ビビったー。倒せてよかった。で、これをずらすと壊れる。オッケー。このさ、ビーム出してるウニウニしてるところがさ、FF6 のオルトロスみたいと思ってて、なんかあれみたいだなと思ってた。タコみたいだなと思ってた。これで下側も壊していく。これね、このなんかウニウニしてる。足がゴロゴロ動いてるやつ。あ、ここ、ポーンって落ちれるんだ。いいな、いいな。いや、あ、逆向きだったかも。逆向きだわ。こっち向きにやったら積むわ。ミレイユ。あー、ミレイユあれか、今。毒牙のナイフにしてんのか。どうしようかな。無知に持ち帰るが悩むとこだよね。はい。左から入って、右に押していかないと、2マス動かせないから割れないんだよね。うわ、まぶしい。いいよ、いいよ。モシャスしないでくれたらいいよ。モシャスされたら終わりだから、辛いから。やめろ。やめて。やめて。やめて。攻撃力割り高いし、HP も割り高いから。あ、もう、守備力も強くしてるからさ。あ、やめて。辛い、辛い。あ、よかった。いや、もう本当にこれ全滅の危機になり得るからね。モシャスでハッサンかける2だったら辛いよ。一回出て、で、左側に回り込んで、で、押す。オッケー。じじ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 。こういうさ、ドット絵のさ、なんか駆動っていうかさ、歯車が回ってる感じとかいいよね、ドット絵の。好きよ。24足るかなぁ。MP24。この距離落ちたら絶対死ぬよね。24足るかなぁ。銃切りそうやったらそこそこでリエミとしたいな。もこもこ銃かわいい。タコ戦命令させろ。飛び膝蹴りで装備を茨の餅に持ち替えてどうぞ。ペチ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 。6匹いるからね。そう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 、そういう感じ、そういう感じ。かわいいな。でん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 、いいじゃん、いいじゃん。仲間を呼んだ。仲間を呼ばれたわ。こんな人数で仲間呼ばれんの辛いよ。いつまでも笑いよ。てん、てん、てん、てん。飛び膝蹴り、一匹死ぬ。これね、何匹か死ぬんちゃう、さすがに。お、お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。体当たり、オッケー。もう、あとは、ガンガン行こうぜ。みんな頑張れにしよう。なになに、片方ないだけでも落ちそうだけど、確かにね。
左側めっちゃ頑張ってるわ。左側のビームがめっちゃ頑張ってるわ。ポイミしておこう。で、ミオもポイミしておこう。ギャー、行きましょい。この上の、ここ絶対外れの部屋だと思う。あ、どっちから倒すか微妙なラインだよね、これ。やめて、やめて、やめて。あ、よかった。もしアスしないでほしいと思ってた。絶対外れの部屋だって分かってるけど、この階段一応上がろう。上がります。ほらな。ほらな、言った通りやろ。分かってたけど、やっぱりちゃんとね、確認しときたいからね。たまに行きまーす。このなんか、アメリカのお菓子みたいな、カラーリングよ。あ、夢顔ですね。夢顔のカレー、カーラーリング。あ、パステルカラーのね。夢顔ですわ。ほう。よいしょ。あー、12。帰るわ。帰りまーす。MP12 じゃ無理だわ。ルーラ。アモール。なぜなら6ゴールドで止まれるからね。30ゴールドと6ゴールドは、まあ、そんな変わらんかもしれんけど。やっぱね。45ゴールド?え、夢の中だけだったの ?6 ゴールドのは。え?下の世界は結局高いんかい。いや、夢の中6ゴールドでリアル世界45ゴールドとか、せちがらすぎやろ。よし。まあ、ついでにね。1000円預けていきましょう。これで死んでも大丈夫よ。いや、もうリアルにさ、シャドウとさ、悪魔の鏡のモシャスがあるから、普通に全滅とかありえるからね。よし。じゃあもう一回アタック行きましょう。左側の塔行こう。ああ。こうやって考えたら一番初めにさ、ポイズンゾンビとさ、戦った後に一回帰ったらちょうどよかったんだろうな。ま、しゃあないわ。よいしょ。ほんだら次左側行きますよ。わしもバーバラと合流してまーす。よっ。この後あれだと思うんだよね。階段が鏡の中にしかないみたいなところがあったと思うんだよな。今度左側行く。見て、ミレイユ67やよ。レベルじゃない。MP67 もあるよ。やったね。しっかりレベルダメ、レベルが上がってきましたな。おー、なるほどね。アリホーは全体攻撃というか、あれなんだ、グループ攻撃なんだね。いいじゃん、いいじゃん。で、寝ている間に、攻撃できるから、いい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 よ、いいよ、いいよ。素晴らしい判断です。そしてちゃんと次は、ムチを使ってくれるところが偉い。すごいすごい。いいじゃん、いいじゃん。ミレイユやっぱ賢いわ。助かるよ。キャド。まあ、節約してもよかったけどな。そこまで AI に求める。ここで、右で上に上がりまーす。めっちゃインカウントするわ。来たよ、シャドウ。嫌だね、シャドウ。OK、泥人形はもうやったと。シャドウ。このためのシャドウですよ。シャドウのためのシャドウ。OK。ほんで、上に上がる。この下は?宝箱だ。なんと、素早さの種を見つけた。素早さの種は、誰にしようかな。ミオにしとこうかな。迷ったら、とりあえず主人公をあげるってことにしてる。モーシャス。
モシャス来た。あ、よかった。倒せたわ。なんで、素早さの種を使いましょう。使う。オッケーオッケー。で、こっち行って、もう一回上がらなあかんねんな。ヘルホーネット。いや、もうヘルホーネットなんて可愛いもんよ。シャドウとかに比べたら。大丈夫、大丈夫。もうすぐよ、すぐ。ほらね。オッケーオッケー。あ、レベルアップだー。嬉しい。忘れるの特技を覚えた。覚えるボタン覚えてないんだよな。どれだったか。X かな ?X で心に刻み込んだかな。思い出すでさ、この前誰かが言ってた言葉を思い出せるようになるじゃん。ミオ、あ、初めてミオになりましたね。ミオもどき。ミオもどき。ミオもどきおもろいな。よっと、ここで一番上まで行って、また下がってくるパターン。シャドウ来たよ、シャドウ。やだなぁ。1しか上げ、当たらんし。いいですね。ハッサンと、ミレイユの組み合わせで。オッケーオッケー。飛び膝蹴りしてもろて、シャドウで、とどめを刺す。主人公は何もしていない。いよいよ。オッケイ。あ、ヘビーランプしたー。よっしゃ、レベルアップしたぞ。ここの道は何もなかったかな？うわ、来た。いや、引っ張れなきゃいけない。あ、元の動きやめて気持ち悪い。倒した。オッケーオッケーオッケー。これで全部倒せんじゃん。あ、全然じゃん。シャドウ。オッケー。よし。鏡。ありましたね。階段が。悪魔の鏡。さっさと倒してしまおう。やめて、やめて、やめて。ミレイユか。あ、オッケーオッケー。変身する前にだいぶ攻撃を与えられていたので、この下なんかある？もう嫌だ、やめて。怖い。気持ち悪いよ。ダメだ。ああ。もう倒れた。もうちょっと。頑張って、頑張って。あ、やばい。HP 減ってきてんじゃん。回復せねば。ミレイユありがとう。こんなところで、ミレイユの MP を使わせてごめん。よいしょ。ほな、自分で回復しましょう。とミレイユの MP は回復するのに置いておきたいんだよね。こっちは何もなし。オッケーオッケー。んー、もうやだ。オッケー。しっかり倒していきましょう。いチャンチャララン。チャンチャララン。オッケーオッケー。で、ハッサンが減ったから、意味しましょう。で、ここに映ってる。ここかな？ハッサンは足元を調べた。なんと階段を見つけた。で、よいしょ。鏡の中にあるということは実際にある。あ、スイッチあったよ、スイッチ。あのスイッチって、使う意味あるんかな？一応押しとく？あれだもん、だって使ったところ、上げたところで右側の塔の、あれだよね。右側の塔が閉まるだけだよね。ポン。一応やっとくか。だだ、あ、言霊使いだって、今日初めて見たよ。
ウィンドマージみたいな感じやな。言霊使い。何してくる敵だろう。あ、割とでもちゃんと倒せたな。2匹だったら怖くないかも。よし、上。しっかり一個ずつ倒し、やっていきましょう。壊していこう。奥に回り込んで、手前に引く。オッケー。もうちょいちょい鏡が貼ってあるのがさ、すごいね、奥行きが出ますね。で、これで、ここも奥に回り込んで奥から押す。これでよかろう。これで全部なくなったぜよ。おお、どーん。割とすごい音したね。すごい。オッケーオッケー、できたできた。これで下に落ちまーす。よっ、ドーン。落ちて、ここに行ったらある。あ。大丈夫？敵来ない？あったわ。これがランの鏡よね。すごーい。思った以上に綺麗だわ。ちょっと待って。回復させて。この後ボス戦だったら困るじゃん。よいしょ。さてと。ラーの鏡も見たことだし、私はこれで。行っちゃうのと思ったけど。と思ったけど、私これからどうしたらいいのかしら。見たところあなたたち悪い人じゃなさそうよね。そうね。しばらくはあなたたちについていくことにするわ。いいでしょ？ずいぶん強引なやつだな。ま、俺も人のことを言えないけどな。どうするミオ、この子を連れていくかい？連れて行くかい？ Yes。 そうかなくっちゃ。今日からは私も仲間よ。よろしくね。あ、やったやったよ。やったやった。バーバラが仲間に加わった。やった。オッケーオッケー。アッタンはダーの鏡を手に入れた。おっしゃー、こんなところはおさらばだ。ちょっと待って。ミレイユ、MP ギリギリやん。でだ。バーバラがレベル2。今装備どんな感じ？ヒバラのムチ、革のドレス、ヘアバンド。あ、いいじゃん。鉄の胸当て使えるんじゃない？あ、使える使える。鉄の胸当て。金のロブよりも鉄の胸当ての方がいいはずだから、ヘアバンド。あ、銀の髪飾りの方がいいよ。銀の髪飾りにして、フロコの鎧はさすがに使えないと思うから、いいじゃないですか。これで、コービー、バーバラ、イバラの鞭、鉄の胸当て、銀の髪飾り。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。で、あとは、ルーラで戻る。レイドック城に戻りたいんだけど、どうやって行く？レイドックじゃないの？ここじゃないのかな？上の世界に行った方がいいのかな？なんと、ラーの鏡を手に入れてきたと？一つ見せてくれませんか？おお、これが伝説の。かつてこれほど美しい鏡を見たことがありません。しかしこれを手に入れるとは、あなた方は一体。さてさて。帰ってきたけど。王様と王妃様は一体いつになったら目を覚ますんだろうな。魔王の話を聞いたことがあるわ。うんうん。これさっき聞いたね。ん？お前たちは？お前たちのおかげでトム兵士長は。何？鏡を持ってきただと？
何をわけのわからぬことを言っておるのだ。さっさと立ち去れ。上の世界のレイドッグに行ってみる。かわいそうなトム兵士長、この前の偽王子事件の責任を取らされて兵隊に格下げされたのよ。きっと危険な任務に就かされるんじゃないかな。させんやん。もうギバンさんはあれだね、で、あの兵士長が邪魔だったんだね。ルーラで一回戻ろうか。なんか上しかないもんな、行けるとこないよね。この人さっき喋ってた。この国の王子様はの王様と王妃様の病気を治すため旅立ったのじゃ。それがそれっきり行方知れず。そんなわけで王子様の獣まで出る始末じゃ。ここで何かするというよりか上に行って何かするのかな。ちゃうね、何をためらっているかっていうと、上でルーラーした後に落ちるところまで戻るのが超大変なのよね。ああ、噂ではトム兵士長がひどい目に遭っているそうじゃ。わしはあのトムを小さい頃から知ってるけど、トムという自分の名前を嫌がってんな。ソルディなんて勇ましい名を勝手につけてよく兵隊ごとこをしておったの。うちのじいさんもああ見えても、これさっき言ってたね。あ、やっぱり北に、北じゃないわ、上の世界に戻りましょうか。じゃあ戻りまーす。ダーマ神殿に行って、ここで入って上に行って、井戸があるからこれで上の世界に戻る。ここさ、探検してなかったら戻り方わからない人いっぱいいるよね、きっと。ここ来ないとかありえるもんな。レイドックに行きまーす。あ、でもどっかでしっかり寝てセーブしてから行こうか。なんかあれじゃん、この後ラーの鏡を使ったらそれは魔物だったみたいになったら嫌じゃん。40ゴールたっけ。まあ、しゃあねえな、しゃあないしゃあない、下で寝てくればよかった。でも家帰ってもよかったんだけどな。それの怪我が治ったらね、言ってはったね。さてさて、上の世界のレイドックに戻ってきましたよ。ほう、レイドック王はなぜ鏡などを探させているのだろうか。あ、そうだった。そもそもここのレイドックのレイドック城の兵士に主人公とかとハッサンがなってて、でここの王様にラーの鏡を持ってこいって言われたんだ。いやいや、そなたたちはよくぞ無事で戻った。ソルディ兵士長もそなたたちの帰りを首を長くして待っていたぞ。よっしゃよっしゃ、ラーの鏡を取ってきたよ。トルディ兵士長に話すか。とりあえず王様のところに行くかやな。ラーの鏡を探してこいって言われたからとりあえず戻ってきましたぜよ。ん、ハッサン、それにミオではないか。お、お主たち、まさかラーの鏡を。はい。それは誠か。でかしたぞミオ、ハッサン。さあ忙しくなるぞ、早速レイドック王に報告、ご報告せねば。ついてこい。ご報告します。うん、照れているのか。ともかくお前たちは本当によく頑張ってくれた。さあ早くレイドック王にラーの鏡をお渡しするのだ。ソルディ兵士長より今しがた報告を受けた。ついに君たちがラーの鏡を私の元に持ち帰ってくれたそうだな。ミオはラーの鏡をレイドック王に差し出した。うむ、これはまさしくラーの鏡。心より礼を言うぞ。この鏡があれば魔王ムドの正体を暴き、戦いの決着がつけられるはず。私はそのための作戦を立てようと思う。ついてはミオ、君たちにも参加してもらいたい。今夜は2階の兵士部屋で待機してほしい。さらなる活躍を期待するぞ。では皆も作戦決戦に備え、ゆっくりと休むように。解散。
そして夜が明けた。あ、夜が更けた。真夜中です。ああ、ずいぶん待たされてるよな。もうすっかり夜だぜ。こんなところでじっとしてたら体がなまっちまう。ミオ、すまんが、ちょっと上に来てくれるか。上で待っているぞ。なんだなんだ？よ。レイドクを一体どうなされたのです？苦しいのですか？それともお声が出なくなったとか？レイドクを一体わからん。一体どうしたというのだ？王様、どうかお気を確かに。来てくれたか、ミオ。見ての通りなのだ。そなたらが持ってきたのは本当にランの鏡なのであろうな。はい。ともかく、王が鏡を覗き込んだ途端このようなことに。一体霊毒王のお身に何が起こってしまったのか。私は。どうなされました？霊毒王、お気を確かに。違う。私は、霊毒。おお、ラーの鏡。これはどうしたことか。鏡があのように光って。リードコー。わお。なんと、レイドクオーが女性のお姿に。あっ、もうこれはいかん。とにかくベッドに。わあ、一体何が起こったのか。レイドクオーが女性の姿に。しかしこのことは秘密にされたまま。そして夜が明けた。タッタッタン。いやいや、気がつかれましたな。ご気分はいかがです？レイドック王。レイドック王、何がどうなったのです？どうしてそのように、女性のお姿に。これが私の本当の姿。私はレイドック王ではありません。シェーラと言います。シェーラ、はて、どこかで聞いたような。今はそのことより、レイドック王のことを。おう、そうであったな。では、お聞き申す。あなたが王でないなら、この国の王は一体？それとも、この国には、もともと王などいなかったなどと申されるおつもりか？そうではありません。本当の霊毒王は、武道という者のところにいます。いえ、武道自身が、霊毒、その人だと私は思います。そんな馬鹿な！一体そんなことをなぜあなたが知っているのです？どうしてかは知りません。ただ私にはわかるのです。私を信じてくれますね、トム兵士長。トムと呼びましたね。しかし私にはソルディというれっきとした名前が。トムだが妙に気になる名前だ。どうしてだろう。そこにいるのはミオですね。はい。随分とたくましくなって。ともかく私と共に武道のところに行きましょう。そうすれば全てがはっきりとするはずです。私がなぜこの世界でレイドック王になっていたかもわかることでしょう。さあ行きましょうですと。どちらにせよ武道のもとにはお前たちに行ってもらうつもりであった。王のことはとりあえずお前たちと武道討伐に向かったことにしておこう。せっかくランの鏡を手に入れたというのにこんなことになるとは。事の真相の報告を首を長くして待っているぞ。何がどうなっているのやらさっぱりわからんわい。
しかしその女性には何やら逆らえぬほどの威厳を感じるのだ。無道の巨城はここよりはるか南東の地、気をつけていくのだぞ。無道の城に行けって言われた。無道の城に行く？バーバラレベル2だよ、大丈夫かな。意見あるかな。今12時半。無道の城倒すところまでは行こうかな。南東？とりあえず、シエナ。あー、下で、あれかな、鉄の胸当てでも2個持っといてよかった。よーし、セーブしまーす。はい。ダーダーラーラー、ダー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 。続けまーす。無道の城の様子だけ見に行くか。どこにあるかだけでもね。とりあえず、見ておきましょう。え、大丈夫かな？バーバーレベル2だけど、死なない？守備力は、31。31辛いな。南東って言ってたけど、地図的には？え、これ右ってな、右左かな？だいぶ遠いんちゃうこれ。とりあえず、無道の城の場所まで見つけましょう。みんな頑張れー。もうブーメラン、刃のブーメラン持ってるから、この辺は余裕よ。でだ。よし、あ、ここに門がありますぞ。ここから行くんじゃない？おー、バーバラ。え、バーバラもう、呪文使えるの？バーバラちょっと、見して。バーバラは、賢さ33。メラ、ルカニ、ラリホー、マヌーサ。めっちゃいろいろ使えるじゃん。いいじゃん、いいじゃん。大丈夫？返事がない、ただの屍のようだ。やばいじゃん。ここで休めるよ。立てて休めるんじゃん。なになに？やばいじゃん。なんたるむごい死に方を。多分魔物にでも襲われたのでしょう。見ての通り旅の神父です。お祈りさせて。はい。はあ。はい、続けます。じゃあ、ちょっと早いんだけど、今日はここまでにしまーす。12時半だしに。じゃあちょっと雑談画面に切り替えまーす。雑談用部屋。で、音量下げて。よいしょ。あー面白かったー。今日めっちゃ進んだねー。まーす。12時半だしに。切り替わった音確認しまーす。よいちょ。音量下げて。よいちょ。あ、オッケーオッケーオッケー。いやー、今日ね、何が嬉しいって、バーバラが仲間になったからね、これが嬉しいよなー。バーバラ仲間になったよー。ラーの鏡も手に入れたしね。うん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 。あの、アモールでもさ、だいぶさ、いい感じだったじゃん？よかったですよね。よかったよかった。アモールでさ、やっぱあの話めっちゃ感動的だよね。なんか、宝箱開けて、出てきたモンスターに操られた旦那を刺しちゃって、それをずっとさ、気に病んでる嫁。いいですね。やばい。あの二人はマジ大好き。いいお話だったわー。超楽しかったー。いやー、楽しかったね。これでさ、バーバラがいるから、あの、攻撃魔法の方かな。ミレイユはシャドウじゃん？で、
バーバラはメラとか炎系のさ、攻撃魔法も使えるしさ、めっちゃ、ルカにもさ、主人公とさ、二人いるからさ、だいぶこう、戦闘のさ、戦略の幅が広がるじゃないですか。いいですね。いい感じですよ。うんうん。よかった。あの、上の世界と下の世界の関係性もね、だいぶ見えてきましたね。こう、夢で見てね。夢で見ていると上に出てくるっていう。上の世界に出てくる。王妃様がね、王妃様になりましたね。レイドッグ王妃様になって、武道にの城行けって言われて、マジかと思ったけど、行きましょう。次回ね、そっから始めて、武道の城までたどり着いて、そっからだな。武道2回戦わないといけないんだったかな。上の世界の武道と下の世界の武道いるんだったかな。なんか覚えてないけど、楽しみですね。はい。いやー、面白かったぜよ。最近ね、放送の中で最後に、クイズを出してます。で、動画に関するクイズを出しているんだけど、今日はどんなクイズにしようかな。じゃあ行きまーす。問題!じゃじゃん!ドラゴンクエスト6で、ドラゴンクエスト6、幻の大地で、主人公とハッサンが勤めているお城の名前は何でしょう?ドラゴンクエスト6幻の大地で主人公とハッサンが勤めるようになるお城の名前は何でしょう? OK? できたかな?わかったかな?ドラゴンクエスト6で主人公とハッサンが主事しているお城の名前は何でしょう?タタタタラタタラ、タタタタラタタラ、タタ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 タラタタラ、タタタタラタタラ、タタ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 タ。正解は、レイドッグ城でした。レイドッグ城。みんなわかったかな?レイドッグ城ね。シェーナーの南ね。レイドッグ城も何回も行くから覚えちゃうね。馬車もらったのもレイドッグ城だったし、兵士に、ね、なるためにさ、試練の塔に行ってさ、前回そうだよ。ハッサンに負けたんだよな、あの試練の塔で。あれが悔しかったわ。試練の塔っていうところで、試練を受けて、一番初めに宝物を手に入れた人だけが、兵士になれるんだけどさ。悔しかったな。あれは悔しかった。もう今回こそはさ、勝とうと思ったんだけど、なんか途中で死んだりとか、他の、志願者の人に騙されて崖から落とされたりしてさ。そうなんですよ。なかなか負けちゃったんですよね。じゃあ、あれが苦しかった。はい、答え、レイドッグ城でした。みんなわかったかな?そう。そうなんですよ。そういえば今日さ、なんか、修学旅行の話してたね。そう、なんか、みんな修学旅行どこ行った?僕はね、修学旅行確か、どこ行ったっけな?九州?行ったことがある気がする。九州だった気がする。熊本?鹿児島?多分なんか平和公園とか行ってると思う。鹿児島とか行ったな。行った気がしますね。中学校の時はどこだったかな?千堀公園行ったの修学旅行だったかもしれない。広島?倉敷。岡山?岡山倉敷千堀公園?千堀公園広島じゃないね。岡山だね。千堀公園行きましたね。あとなんかこう、倉敷の街並みとか、なんかこう、水路があって、なんか、レンガ作りっていうか綺麗な街並みがあって、そことか回った覚えがありますね。あれ?それは違うんかな?なんかなんとか学習みたいなやつかな。あ、高校の時は北海道だわ。小樽とか行ったわ。
ホタルでなんかオルゴール館みたいなとこに行った覚えがあるわ。それが高校だわ。高校ですね。行きました行きました。みんなはどこに行ったかな。またよかったら教えてね。ほんだら、また続きはまた今度やりたいと思います。明日か来週かな。ドラゴンクエストはできるだけ土日にやろうと思って、だいたいそんな感じにしてます。なんで、まあそのぐらいで見てもらえるかなと思ってます。動画の概要欄に、再生リストと、僕の Twitter と Instagram の URL 載せてます。で、ゲーム配信する30分前ぐらいに、Twitter とか Instagram で告知をしているので、もしよかったらそっちもよろしくお願いします。Twitter の方はフォローしてくれたら今のところフォローバーしてます。今後はどうなるかわからないけど。なのでよかったら見てね。あと、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。あ、お辞儀すると顔が崩壊するわ。崩壊するわ。崩壊するわ。よろしくお願いします。それでは、今日はこの辺で切り上げようかな。ほな、おやすみ。バイバーイ。また今度ね。チャオー。